バタン。大きな音を立てて扉が閉じ、ガチャガチャと音がした。京子さん、何をしたの？どんどんと私は地下室の扉を叩いた。外から鍵をかけられてしまったのだ。パパを私から奪った罰よ。あんたなんかそこに旅行の間ずっといればいいのよ。私たちは楽しく行ってくるからね。何があっても私知らないし。あはははは、と大声で笑う京子の声と、階段を駆け上がる足音が次第に遠ざかっていく。私は慌てて兄へ助けを求めた。無事助かった私に兄は問いかける。私を一人置いて皆で出かけたのか、閉じ込めたのは誰なのかと。あの人じゃないわ。多分あの人は何も知らない娘の京子さんよ。兄はそれを聞くと、私に向かいスマホを借りると言った。何をするの？俺に考えがある。お前はとにかくしばらく休んでいろ。私の名前は野々原さとみ、37歳。10歳年上の夫の圭介と2人で地方の郊外の一軒家で暮らす主婦だ。私と圭介の結婚は結婚相談所からの紹介である。私の結婚は実家の事情もあって遅れていた。そちらも落ち着き、そろそろ結婚しようかなと思った時にはすでに30半ばを過ぎてしまっていたのだ。慌てて結婚相談所に申し込んだのだが、30代後半の私に会う相手となるとなかなか難しいものがあった。引き合わされたのが10歳年上の圭介。ただ彼はバツイチで一人の子持ちだという。印象は悪くなく、むしろ好ましい人だった。だが子持ちということが引っかかった。ただその子供は元妻に引き取られていて、大学に通学中だから、自分たちは二人きりで新しい生活をしよう。それだけではない。圭介は親から引き継いだ土地に自分で家を建てているので、義両親との同居もないということだった。嫁姑問題もないだろうという、そんな圭介の言葉に安心し、私は遅い結婚を決意した。私は10年前に両親を事故で亡くしている。その後は若くして父の土建会社を継いだ兄と二人三脚でやってきた。時には従業員の給料のためにと、私の結婚資金に貯めていたお金が出ていくこともあった。そんな兄は現在式は無用という豪快な奥さんをもらった。今では3人の子を持つ親、会社では働き者の社長として幸せな毎日を送っている。それだけに兄夫婦は私にも温かい家庭を作ってもらいたがっていた。だから結婚が決まった時には本当に大喜びしてくれていたのだ。そして今私は妊娠中、会社の産休を取ってもう久しい。ところが関係ないと言っていたはずの圭介の娘京子が、そんな私たちの新家庭に突然やってきたのだ。パパ聞いて、ママもおじいちゃんもおばあちゃんも私に対してすごく厳しいの。一ヶ月くらい前の晩、京子はそう叫びながら突然カバンを持ってうちに転がり込んできたのだ。そして私のことを見るとこう吐き捨てるように言った。何この人、パパが選んだにしては随分ダッサい人じゃない。なんだこの子は、と私はすぐには反応できなかった。その私の反応を見てふっと京子は鼻で笑った。あ、これはクラスで地味な子に目をつけるタイプだ、と私はすぐに察知した。そう、その昔私のことをいじってきたような。ああ娘だよ、京子と言うんだ。困った顔をしつつ、圭介は甘えてくる娘にまんざらでもない様子だった。私はもう
この出会いの時点でひどく嫌な予感がした。それから京子は我が家に居つき、大学にここから通うようになってしまった。予想はしていたが、京子はファザコンらしい。食事の時など三人が顔を合わせる時には特にその態度があからさまだ。露骨に私のことを無視し、圭介にばかり話しかける毎日。朝出かける前には圭介にお小遣いをねだることもしばしばだ。それだけではない、圭介のいないところでは私に対してこんなことを言い出した。あんたが家事をやってるんでしょ、お弁当作ってよ。まったく気が利かないんだから。パパの奥さんにしちゃ何よこのダッサい服。妊婦だから。はあ、それがどうだっていうの。その上、私の部屋に入り込んではクローゼットの中を物色し、ずっと家にいる主婦にこんなもの必要ないわよねと言って、私の持っているアクセサリーを持って行ったりもする。形見のような重要なものがないのがまだ救いだった。だが人のものを取るというのはどう考えてもおかしい。私は圭介に対してこう言った。もう娘さんは独り立ちしたんじゃなかったの。最近こんなことをされているんだけど。それは向こうの母親より若いお前に親近感を持ってるんだろう。ちょっとくらいのことは見逃してやれよ。そう言って取り付く島もない。それだけだろうか。私の目から見れば、圭介は久しぶりに会った娘が綺麗になって、なおかつ自分に対して甘えてくることに随分とデレデレとしているだけのようだ。そんなことをしているうちに夏になり、とうとう妊娠9ヶ月目を迎えた。私は暑さにうだりつつも家事をなんとかこなしていた。ただそれでも普段とまるで違う体調はつらい。なのに京子と来たら、すぐそこにあるものすら私に、ねえちょっとそれ取ってと言ったり、買い物に行くならついでにあっちの店にも回ってきてよと命令までしてくる。時には、妊婦だからって働かないのはどうよなどということもある。だが当人はバイトの一つもしている気配はない。では勉学に勤しんでいるのかというと、そういう気配もない。もう3年生なのだから、周囲は就職活動も始めている頃なのに、それすらもない。ないない尽くしだ。さすがにこれは学生としてどうなのだろうと思った私は、圭介にも聞いてみた。ねえあなた、京子さん、そろそろ就職活動をしなくてはいけないんじゃないの。ところが圭介は、いいんじゃないか、少しくらい就職活動が遅くたって、あの子は優秀だからどこかしら入るところはあるさ、と娘をひたすら褒めちぎるばかりでのんきなものだった。だが正直、私の目から見れば京子の大学はそれほどいいわけでもない。地方の私立大学の中でもせいぜい中の中、何かしらの資格をつけようとあくせくしている様子もない。だから私なりに心配をしてそう言ったのだが、京子は圭介からその話を聞いた途端、私の方をきっと睨みつけてきた。さしずめそれを言葉にするならば、私に対してこんなこと言うなんてこいつ生意気、パパこいつが悪い、こいつの言うことなんか聞いちゃダメ、とでも言うのだろうか。それからというもの、京子は相変わらず私にお弁当を作らせるくせに、夕食になると散々私の味にケチをつけるようになった。そして食事途中でも、こんなものいらないと言って流しに捨てたりもすることも増えた。そしてその都度、地下室に備蓄しているインスタント食品を取りに行く。我が家は地方住まいで、買い出しには車を利用して一気に買うことが多い。だから備蓄のための地下室がある。棚にはインスタント系の食品や防災時のストックがたくさん並んでいる。それだけではない。大きな観音開きの冷蔵庫の中には、安い時に買い込んだバター、虫やネズミや
湿気よけのために米や小麦粉や粉末ミルクや調味料を詰めもする。あとはスナック菓子のようなものも。冷蔵庫は単に冷やすだけのものではない。一定の温度を年中保ち、密閉することで外部から守るものにもなる。地方の方でも、さらに郊外にある戸建てでは、害獣がいつの間にか入っていることもしばしばあるのだ。そしてそれとは別になった。冷蔵庫の中には、アイスクリームのファミリーサイズ、シュレッドチーズ、冷凍食品、肉や魚なども豊富に揃えている。なのにそれすら不満があると、今度はケイスケの車を持ち出して、離れたコンビニやファミレスに行ってしまい、後でお金がないとせびってくる。ケイスケと来たら京子を甘やかしてお金を出してしまうのだ。私はケイスケの態度に、ちょっと、いや、相当不安を感じた。この先、ずっと京子が居ついてしまったら、と思うと私は怖かった。私たちの子供が生まれた時、その子に京子が何をするかわからないのだ。新しい子は、京子からすると、愛する父親を、自分から奪い取ってしまう存在になりうる。いや、生まれる前からだ。京子が来て以来、今この時点ですら、時々危険だと思うことがある。例えば、2階や地下への階段の上り下りの最中のことだ。普段の私は、階段の上り下りをするときには、手すりをしっかり握って、ゆっくりゆっくりと歩くことにしていた。室内履きも、湿り止めのついたものを使っている。それだけ注意を払っていたとしても、何かの拍子で足を滑らすことはあるかもしれない。だからその時にも、しっかり手すりをつかむなり、すぐにしゃがむなりしよう、と心の準備もしていたのだ。だが、もし誰かが背後から押してきたら、そんな準備も意味はない。正直、階段の上り下りをしていると、京子の視線を時々背後から感じることがある。それが怖くて、最近では洗濯物を2階ではなく、1階に干すようにしているくらいだ。大きな荷物を持っていたら、しっかりと手すりをつかむこともできない。そして京子も、私が警戒していることに気づいているのだろう。狙ってはいたとしても、実際に行動に出たことはない。だから私は圭介に、その不安を打ち明けられないのだ。最近の圭介には、それを言っても無駄だ、という雰囲気が漂っている。結婚したばかりの頃は、全くそんなところは見せなかったのに、今となっては、ただの娘にひたすら甘い父親だ。ではどこか別に、相談するところがあるのか。といえば、それもない。例えば義両親だ。圭介が義両親に、京子がやってきた、と電話で報告していたとき、向こう側が非常に歓迎する様子が伺えた。そもそも義両親は、母方に孫を取られたことをずっと恨んでいたという。なのでその唯一の孫が向こうを見限ってきたのは大歓迎なのだろう。一方の私は義両親から見れば突然やってきた豊島の5歳だ。結婚の挨拶に行った時、義両親が陰でなんでまた再婚なんてと話し合っていたことを私は忘れられない。そんな中、京子の大学は夏休みを迎えた。大学生の休みは長い。その長い夏休みを有意義に使えばいいと思うのだが、京子は本当にゴロゴロする毎日だ。この頃は9ヶ月といっても、すでに臨月近い私は、こんな京子に向かい、体調の悪さもあって、こう口にしてしまった。せっかくの夏休みなのに、京子さんは旅行とか行かないの？京子は私のその言葉に、ぴょんと飛び起き、慌ててパソコンに向かい出す。珍しく私の言葉を聞いたな、とその時の私はやや不思議に思った。ところが、その晩のことだ。パパ、
会社のお盆休みに5泊6日でフィンランドに行こうよ。向こうは涼しいし、昼が長いからいろんなことができるよ。私はその言葉に慌てた。フィンランド？北欧じゃないか。いや、海外なんて今は無理よ。え？あんた来るつもり？留守番に決まってるじゃん。私とパパだけで行くのよ。思わず私は言葉をなくし、ケイスケの方を見た。だがケイスケもまた、うんうんと京子の言葉にうなずいている。君ももう出産近いんだし、留守番してくれた方が安全だよ。私はそのケイスケの言葉に唖然とした。そうよね。私とパパだけで行くのが一番よ。だよな。里美とはこれからもいつだって行けるけど、京子との旅行はこの先就職なんかしてしまったら、そう簡単にできないものな。いや、それでも臨月近い私を一人置いていく気なのか。そう思ったが、問いかけることができなかった。私はもう30代後半の高齢初産だ。もう今の時期はいつ何があってもおかしくはないというのに。でもよく考えてみれば、思い当たる節はあった。妊娠が分かってからも、ケイスケは両親学級の方などに熱心ではなかった。ひょっとしたら子供はもう欲しくなかったのではないか。そう思うこともあった。それは義両親も同様で、今さらもう一人子供が増えたところで、という雰囲気がある。だがそれでも私自身は子供が欲しかった。年齢的にこの先、子供を何度も望むのは難しいだろう。だからお腹の中の子供は何が何でも守りたかった。私は引きつる頬を何とか抑えながら。わかりました。じゃあ、あなたたちだけで行ってきてください。私はゆっくりとここで留守番をしています。なんだったら実家の方に戻っていますから。やや皮肉を込めてそう言った。ところがここで、ケイスケはふっとこう口にしたのだ。実家？お前確か両親はもういないよな。実家なんかあったか？さすがにこの言葉を聞いた時、私の頭の中で何かが切れた。私には両親はすでにいない。それでも兄のいる家が私にとって実家なのだ。兄夫婦は三人の子供ともども私と仲がいい。独り身だった時の私にもいつも一緒に暮らそうと言ってくれていたほどだ。ケイスケとの結婚、そして妊娠についてもずっと皆、離れて暮らす私のことを心配してくれていた。三人の子供を育てている義姉の七子さんも、その子供たちもみんな実におおらかで明るい。大きくなりつつあった私のお腹を見て、赤ちゃんが入っているんだね、と無邪気に喜び、生まれたらどうしようこうしようと、あれこれと未来の計画を立ててくれたくらいだ。私が彼らと一緒に暮らさなかったのは、まだ若かった私の意地と、自分自身であんな家庭を作り上げたい、という思いからだった。だが今は、そんな意地は張っていられない。前に言ったでしょ？兄さんのところが私の実家よ。だからあなた方はゆっくりフィンランドでもどこでも行ってらっしゃい。そうか。やっぱり君は物分かりのいい妻だよ。それからというもの、二人が楽しそうに旅行の支度をするのを横目で見ながら、兄のところに連絡をする日々が続いた。そしてとうとう、旅行の当日がやってきた。ところが、タクシーに荷物を積んでいるとき、唐突に京子がこんなことを言い出した。あ、里美さん？持っていくものがあったのを忘れてた。地下室にあるんだけど、一緒に探してくれない？何を持っていくの？冷蔵庫に用があるの。一緒に行けばわかるわよ。冷蔵庫？フィンランドに行く飛行機が出るのは、国内3都市の空港だけだ。ここから一番近いのは、東京のそれ。そこまで行くには、タクシーと列車を乗り継いで行かなくてはならない。だからその道中に何かつまむものでも欲しいのか、と私は思ってしまった。
京子を先に立たせて、私は地下へと降り、扉を開けた。何を探す？京子さん？バタン。大きな音を立てて、扉が閉じ、ガチャガチャと音がした。京子さん、何をしたの？どんどん、と私は扉を叩いた。しまった。階段のことを気にしすぎて油断した。鍵をかけられてしまったのだ。パパを私から奪った罰よ。あんたなんかそこに旅行の間ずっといればいいのよ。私たちは楽しく行ってくるからね。何があっても私知らないし。あはははは、と大声で笑う京子の声と、階段を駆け上がる足音が次第に遠ざかっていく。私は慌てて地下室の電気をつけた。この地下室には窓がなく、つまり逃げ道がない。どうしよう、どうしよう、と私の頭の中にそんな言葉が駆け巡る。どうしようもないという不安と絶望が体に伝わったのだろうか。唐突にお腹が嫌な感じに痛み出した。思わずうめきながら私はその場に座り込む。スマホをポケットに入れていたことを思い出して圭介にかけてみた。ところが、繋がった、と思った瞬間、スマホの画面を見て、私は凍りついた。圭介の電話は着信拒否になっていたのだ。どうしてそうなっているのか、この時の私にはさっぱりわからなかった。ただ一つわかったのは、圭介に助けを求めても無駄だということ。私は少し迷ったが、兄のところにかける。お、さとみか。どうした？久しぶり。兄さん、助けて。私は兄の声を聞いた途端、その声を遮って叫んでいた。どうしたんだ？地下室に閉じ込められてしまったの、出られないの。それはどういう？そう問い返す兄の言葉も半分に、私はどんどん痛みが増してくるお腹を押さえたまま、その場で気を失ってしまった。次に私が目を覚ましたのは、病院のベッドの上だった。あ、さとみさん、目を覚ましたのね。お姉さん、一体ここは？病院よ。ああ、よかった。さとみさん、もう3日も意識がなかったのよ。驚く私を横に、義士は慌ててスマホを取ると、あなた、さとみさんが目を覚ましたわ。とすぐに兄に電話をかけていた。あの、私は一体？さとみさん、あなた、もう少しで危なかったのよ。赤ちゃんは、お腹の子は？大丈夫よ。無事、帝王切開で生まれたわ。でも今はダメよ。あなたは絶対安静だし、赤ちゃんもまだ保育器だしね。自分の知らないうちに、母親になっていたことに私は驚くしかなかった。義士はそれから、詳しく説明をしてくれた。どうやら私は、あの地下室で早産しかかっていたらしい。9ヶ月、しかも臨月近い頃だ。地下室という逃げ場のない場所に、閉じ込められたショックで、体が悲鳴を上げたのだろうという。私の助けを求めた電話を受けた時、兄は建物の解体作業から会社へと戻る途中だった。助けを求めながらも、途中で切れてしまった私の電話に、兄は不安になり、慌てて私の家へと向け、車を飛ばしたのだという。何度チャイムを押しても誰も出てこないし、鍵もかかっている。その上、地下室に閉じ込められたという私の言葉。さあどうしたものか、と考えた兄は、なんと車に乗せていた機材と社員で、外側から壁を破壊したのだ。なんてことを。何を言ってるんだ。たった二人きりの兄弟のお前があんな苦しそうな声だったのに、俺が焦らないとでも思っているのか。それでもせめて鍵を壊すとか。ああ、そこまであの時は頭が回らなかったんだよ。地下室って言うから、あの家の作りならあそこだなという想像はすぐにできたから、ついな。職業柄というのだろうか。一応周囲はブルーシートで囲ってあるという。それで緊急入院ってことで
お前の旦那に電話したんだ。けどお前の携帯からでは着信拒否になってるし、俺の電話でかけても圏外だ。何がどうなっているのかもお前に聞かないとわからなくてな。ともかく目覚めるのを待ってたんだ。圏外、そうよね。あの二人フィンランドに出かけたんだもの。フィンランド？さすがにその地名には兄だけでなくその場の皆が驚いた。そう、5泊6日ですって。最近ずっと一緒に暮らしている前の奥さんとの娘と一緒に。お前を置いてか、というかそもそもお前を閉じ込めたのは誰だ、あいつか？圭介のことを示す兄に私は首を横に振った。あの人じゃないわ。多分あの人は何も知らない。娘の京子さんよ。そう、京子は明らかに私とお腹の子の命を奪うつもりだったのだ。帰ってきた時の言い訳としては、ちょっと間違えちゃったとか、中に食料だってあったはずだし、くらいなものだろう。兄はそれを聞くと、私に向かいスマホを借りるという。何をするの？俺に考えがある。お前はとにかくしばらく休んでいろ。やがて二人が旅行から帰ってくる日がやってきた。私は今か今かと病室のベッドの上でタブレットを眺める。昼過ぎからずっと止まったような映像が続いていたが、車の近づく音が聞こえてきたことで、そろそろだ、と私たちは身構えた。何あれ？まず聞こえてきたのは京子の声だった。まあそうだろう。出て行く時は何ともなかった家にブルーシートが大きくかかっているのだから。パパ、家に穴が開いてる。なんだって？圭介の声も届く。するとマイク越しに、突撃するぞ、という兄の声が届いた。タブレットに映る映像は、庭のあちこちに設置されたカメラだ。それを兄は時々切り替えながら、家の中へ入っていく二人の姿を追いかけていく。京子が玄関を開けると、とっさに顔をしかめた。くっさ！なんだ、この何か腐ったような匂いは。圭介も鼻をつまんで顔をしかめる。すると京子は、はっとして地下へと突撃した。京子、どこへ行くんだ？そう言いながら、圭介も地下へと走り出し、それを兄とその同行者がつけていく。するとやがて、キャーと、絹を裂くような悲鳴が飛び込んできた。なんでこの状態は？鼻をつまんだままの圭介の声も聞こえる。倒れた冷凍庫、転がり出した魚や肉、乳製品、そんなものがコンクリートの床一面に広がって解凍され、開けられた穴から入ってくる熱気でいとも簡単に腐っていたのだ。しかもそれだけではない。腐敗臭を嗅ぎつけてブルーシートの下を通り抜け、やってきたのはハエたち。それがまた肉やら魚やらを見つけると、卵を産みつけていくのに時間はいらない。二人が飛び込んだ時にはすでに開けられた穴から光の差す中で、それらが小さくもぞもぞと這い回っているのだ。まあその状態を見たなら、悲鳴の一つや二つ出るのはどうしようもないことだろう。そしてそんな圭介の肩に背後から兄はポンと手をかける。やあ、こんにちは。圭介はヒーッと喉の奥で叫びつつ本気で飛び上がった。元島さん、一体なんであなたが？いえね、ちょっと里見を助けるのにこの家を壊してしまったので、一言ご挨拶に。はあ？何？あんたがこんなことしたの？京子のキンキンした声がこちらにも響いてくる。それはこっちのセリフだ。おい嬢ちゃん、あんたがうちの妹を閉じ込めたのはもうわかってるんだぞ。なんだって？圭介はぎょっとした顔で京子を見た。あの、元島さん、里見はどうしたんですか？子供は？あんた聞くの遅いよ。どうしたと思う？ああ、その様子だと、あの女とうとう。そうおかしそうに
京子が言いかけた時だった。兄が圭介にぐっと詰め寄る。別に建物を直すのは構いませんよ。でもその前にこっちはね、そちらのお嬢さんを警察に引き渡します。どういうことだ？本当に知らないんですね、あなたは。そう言って兄はタブレットを二人に見せた。お帰りなさい、二人とも。病院からの映像がそこには映っているはずだ。里美、一体どこに今いるんだ？見てわからないの？病院よ。病院だって？すると京子がチッと舌打ちをする姿が私の目に飛び込んでくる。兄もそれに気づいたのだろう。圭介さん、俺はたった一人の妹をあんたに託したんですよ。なのに何ですか、この仕打ちは。初めての出産を控えている嫁を一人置いて、成人した娘と一緒に一週間も旅行ですか。それが本当に旦那ですか。俺だったらそんなこと絶対にできませんよ。だから本当に何があったって言うんだ。察しの悪い圭介はまだ気づいていないようだった。兄も呆れたように、そこのお嬢さんがうちの妹をこの地下室に閉じ込めたんですよ。そう言って京子を指さした。なんだって、京子、お前そんなことをしたのか。すると京子は無言でぷいっと横を向く。この態度が答えじゃないですか。何言ってんのよ、別に閉じ込めたくらい大したことないじゃないの。その時だった。兄の同行者が背後からすっと飛び出し、京子の頬をパシーンといい音をさせて平手打ちしたのだ。民子、なんで母さんがここに。なんでもクソもないよ、京子。あんた子供が腹にいる人に対してなんてことしてくれたんだい。そう、この同行者こそ圭介の元妻、そして京子の母親の民子さんだった。兄はこの人を私のスマホにあった義実家から突き止めてくれたのだ。病院で民子さんは私に向かって娘のしたことについて深々と頭を下げてくれた。民子さんは良識のある人だった。聞いてみると民子さんのもとには圭介からの養育費もあり、京子のこともしっかり育てていたはずだという。だが圭介が再婚したと聞いてから京子はおかしくなったらしい。確かに私たちが離婚したことはあの子に対しては悪いとは思います。だけど私を選んだのはあの子です。離婚した時にはもうそのぐらいの分別はあった年でした。なのに今になってそちらへお邪魔して迷惑をかけるなどありえません。私にできることでしたら何でもいたします。本当に申し訳ございませんでした、と謝ってくれた。無論私はこの人に対しては何の恨みもない。民子さんは今回の件についてこう説明してくれた。あの子は里美さんのことが単純に邪魔になったのでしょう。でも邪魔になったからってわざわざ閉じ込めたりもしますか。あの子ならしでかしかねません。あの子は自分のためだったら人を容赦なく蹴落とします。今度のことで私もさすがに見限りました。あなたにしたことはどう見ても警察に捕まるべき罪です。それでいいのかと尋ねると民子さんは大きくうなずいた。このままではあの子自身いつかもっと取り返しのつかないことをしでかしてもおかしくないでしょう。そしてそれを放っておく圭介も同じです。そうして私たちは手を組むことにしたのだ。あの女、なんで母さんに伝えたりしたのよ。いや、伝えたのは俺たちですよ。だって里美はあんたらが出かけてすぐに倒れたんですから。俺が助け出したら流産しそうになってたので病院に連れて行きました。それで今そのまま入院してるわけです。なんてことだ、と圭介がつぶやいた。つまりこの画面の中の里美は病院にいるんですよ。できればこちらに連れてきて何かしら言いたいでしょうが、残念ながら今は絶対安静ですからね。じゃあ子供はどうしたんだ、俺の子は。それをあなたに言う必要がありますか。ギロリと兄は圭介を睨みつける。ハルさん、だって俺は子供の父親だぞ。そうかもしれませんけどね、
俺はこれをサトミからあなたに渡すように頼まれてるんです。そして兄は私が頼んだ紙を圭介に向かって渡した。離婚届だってどうしてそんな。だからなんでわからないんですかね。圭介さん、あんたが今度生まれてくる子供よりももう成人した娘の方を取ったからですよ。しかも今こうやって話していてもあなたはこの娘さんをまるで怒りもしない。自分の今の妻とこの命が危険になったんですよ。なのに何もしないんですか。それで夫と言えるんですか。民子さんも付け加えた。ねえ圭介さん、私はねあなたがあんまりにも京子を甘やかすのが怖くなったのよ。そう思ったからあなたから引き離したかった。なのに結局京子はあなたのところに行くし、あなたはあなたで京子を甘やかすし、一体この子がこの人たちにどれだけのことをしたと思ってるの。京子ははーっと声を上げ、民子さんに向かって反論する。私が一体何をしたっていうの。ただ単にこの邪魔な人をパパから追い払おうとしただけじゃないの。何を言ってるんだお前は。だって私はずっとパパが独身だったから安心していたのよ。なのにあの女と来たら後からやってきてパパと一緒に暮らして、しかも子供まであの歳で作るなんて、そんなの許せない。すると民子さんは再び京子の頬を思いっきり叩いた。いつまでそんなこと言ってるの。ああもうあんたはもうダメね。このまま私はあんたを警察に突き出します。え、母親がそんなことしていいと思ってるの。母親だからするんです。いくらなんでも二人分の命を危険にさらすなんて、あんたはもう家庭の教育じゃどうにもなりません。圭介はおろおろとしながら、おいそんなことをと二人の会話に口を挟む。あなたもあなたです。このままでは今度生まれてきた子供にとってもろくな影響を与えないでしょう。ちゃんと里美さんにも謝罪して、その上で離婚して慰謝料も払ってください。本当にそうなのか里美。すがるような目をしてくる圭介に対して、私はこの時心底気持ち悪いと思ってしまう。今まではなるべく考えないでいようと思ってきたのだが、このじっとりとすがりつくようなこの目は京子とよく似ていたのだ。子供はもう生まれてしまいました。あなたの子であることは悔しく思いますけど、子供に罪はありません。そんなと圭介は情けない顔になる。ただしあなたの子ですから養育費だけは払ってください。私ははっきりとそう告げた。だがそれだけでは私の気持ちは伝わらなかったのだろうか。圭介はタブレットの向こうの私に向かい、なあ離婚なんてやめてくれよといきなり泣きついてきた。頼むよ、今の俺にはお前しかいないんだ。私にはあなた以外のものがあるわ。私だけの子よ。念押しのようにそう言ってやる。あなたにはもう絶対見せない。子供がいい年になって親に会いたいと言うまでは、あなたが会いたいと言っても絶対に。圭介はがっくりと膝を落とした。その後待機してもらっていた警察によって京子は逮捕された。すでに私たちは警察にある程度事情を説明をしておいたので、あとは当人たちが帰ってくるだけだったのだ。ところが警察に対して、頼むから娘を連れて行かないでくれとすがりついた。お前なと今度は兄が圭介を張り倒しそうになる。だがそこは民子さんが止めてくれた。やめてください。この人の顔がどう潰れても構いませんが、あなたの心象が悪くなりますと。その後警察の方でも京子は随分と身勝手なことばかり言い募ったそうだ。おかげで向こうの心象は非常に悪くなったらしい。あくまで自分は悪くない、あの女がいたから悪いんだと繰り返すばかり。自分が悪かったと全く思っていないその様子に警察も呆れ返っていたようである。
今後裁判になるのは確実だが、この分だと実刑になる確率も高いだろう。民子さんはもう京子を引き取る気はなく、後始末は全て圭介と義両親へ任せるつもりだと言っていた。私個人としては許すつもりは全くない。私とこの子供二人ともこの世からいなくなるところだったのだから。一方圭介の家に関しては、破壊した分は約束通り兄の会社で直した。だが地下室の悪臭はコンクリートにしっかりと染みついてしまい、全く消えることはなかった。大きな冷蔵庫と冷凍庫をなんとか除菌消臭して上の階に移動させ、地下室は封鎖することにしたようだ。それにしても一人で住むには大きく管理も大変な家だ。私への慰謝料と子供への養育費もあり、売るなり貸すなり従っているようだが、当分は買い手も借り手も見つからないだろうということである。一方で離婚が成立した私は体の調子が良くなり、子育てが一段落したところで兄の土建会社へ事務方として転職した。兄一家の勧めもあり、子供と二人で実家に住む兄家族のもとにお世話になることになった。三人の子供たちは退院してきた私たちを赤ちゃんだ赤ちゃんだと大喜び、本当に楽しそうに私の手伝いをしてくれる。なあ里美、俺たちは親に早く先立たれてしまった分、助け合ってやっていこうって言ったろ。それともうちは嫌か。私たちはあなたとここで家族としてやっていきたいの。私はその言葉をありがたく受け止めることにした。しばらくはそれに甘えようと思う。そしてこの先もし独り立ちができるならそれもいい。その時のことだ。もしできないとしても彼らの重荷にはならないように明るく朗らかにやっていきたいと思う。ひどいことするね。どうしてこんなことするの？さっきも言ったでしょ、あんたと一緒に暮らしたくないの。パパに寄生するクズ嫁は出てけ。寄生ってそんな風に思ってたの？だってそうでしょ、働いてないあんたが暮らしていけるのはパパが稼いでくれるおかげじゃない。家事も大してできないあんたなんか寄生中でしかないんだよ。あまりにもひどい言葉ばかり口にする冴子に、私は状況を説明する気力もなかった。ここまでするような人間と、これ以上我慢してまで共に生活をする必要はない。一緒に暮らすことはできないだって？それはこっちのセリフだ。はぁ、わかった。じゃあ出て行きます。買い物を終えた私は、部屋着に着替えようと、私と健介の部屋へ向かった。そんな私の目に衝撃的な光景が飛び込んできた。部屋には私の荷物が何一つなかったのだ。洋服からバッグから下着一枚に至るまで何一つ。これはどういうこと？状況が理解できず、私は唖然として部屋中を見渡す。部屋は荒らされた形跡もなく、健介の荷物はそのまま残っていて、私の荷物だけがきれいさっぱりなくなっていた。ということは泥棒ではない。私の留守中に家にいた冴子に事情を聞こう。そう思い、私は冴子の部屋のドアをノックした。何かよ。不機嫌そうな顔をした冴子がドアの隙間から少し顔を覗かせた。ねえ冴子、私の荷物が見当たらないんだけど何か知らない？私のものだけが全てなくなってるんだけど。ああ、そのこと？私が全部処分しといたよ。ニヤッと笑った冴子の表情はやけに不気味だった。私は桃子。もともとは営業の仕事をしていたが、結婚を機に退職した。夫の健介とは、私が37歳の頃に友人から紹介されて出会った。健介は私より8歳も若かったが、明るくて話題も豊富で、
初めて会ったのに会話が弾んだ。意気投合した私たちはお付き合いを始めることにしたのだった。付き合って数ヶ月経った頃、ケンスケが真剣な顔で私に話しかけた。実は、桃子に言わないといけないことがあるんだ。何？どうしたの？実は、俺には娘がいるんだ。予想だにしない言葉だった。当時ケンスケは29歳。私が29歳の時は男性との出会いなどなく仕事に没頭していた。そんな年齢の彼にもう子供がいるだなんて。驚きながらも私は声を絞り出した。そうなんだ。娘さんは何歳なの？この前11歳の誕生日を迎えたばかりだよ。え？11歳？それじゃあ。俺が18歳の時に生まれた子。突然の告白に頭がクラクラした。必死にケンスケの言葉を耳に入れようと努力した。ケンスケは18歳の時に高校時から付き合っていた彼女と授かり婚をした。前妻はせっかく入った大学を中退し、ケンスケと娘との生活が始まった。しかし、若くして結婚した前妻は遊びたい盛りで、自分と娘を置いて出て行ってしまった、ということだった。今更こんな話をしてごめん。でも、桃子との将来を考えるようになって、このまま黙っておけないと思ったんだ。うん。正直、驚いたよ。そうだよな。でも、俺は桃子と一緒になりたいと思ってるんだ。桃子と、家族になりたい。だから正直に話さないといけないと思ったんだよ。正直に言って、ケンスケからの告白に、私は動揺していた。この年になって付き合い始めたのだ。言葉には出さなくとも、結婚を意識していたのは事実だ。しかし、その相手がバツイチで、しかも子持ちだとは。ここでケンスケと別れたら、いよいよ結婚はできないかもしれないな。ケンスケの言葉を頭の中で繰り返しながら、そんなことを考えていた。桃子、俺は桃子と結婚したいと思ってる。急にいろいろと話したから混乱してるかもしれないけど、真剣に考えてほしい。まっすぐと私を見つめるケンスケ。私は、まさに人生の岐路に立たされていた。ケンスケの告白から7年後、私はケンスケと義理の娘であるサイコと3人で暮らしていた。将来は医者になりたいというサイコは、医大の1年生になった。そんなサイコのことを、ケンスケは自慢の娘だと褒めに褒めた。ケンスケは昔からサイコに甘いところがあった。幼い頃から母親がいない生活を強いていた老い目だとケンスケは言うが、それにしてもひどかった。欲しいというものは何でも買い与え、サイコは我慢というものを覚えずに育った。私は、そんなサイコに真っ当な人間になってほしいと一般的な常識を持って接した。しかし、そんな親心も彼女にとっては迷惑でしかなかったようだった。サイコは私に、豊島のくせに偉そうな口を聞くな、と、ひどい暴言を浴びせた。その瞬間、私はなんだか馬鹿らしくなった。サイコのために尽くすのはやめよう。最低限の世話しかしない、と、この時、私は心に決めたのだった。ある日の平日、いつものように私は3人分の朝食を用意し、テーブルに並べていた。ケンスケは当たり前のようにそれを食べ始める。サエコも無言で一口食べ、これ見よがしにため息をついた。桃子さんさ、いつまで経っても料理上達しないよね。私はそれを聞いて、またかと思った。サエコは私のやることにいちいち文句をつけるのだが、ここ最近それが顕著になった。こんなまずいもの、毎日食べさせられる身にもなってほしいんだけど。サイコはぷいっとリビングを出て行った。
健介はただ黙って食事を続けている。話を聞いているのかいないのか、無反応のままだ。こんな時、健介は私を助けてはくれない。私に味方はいなかった。しかし、そんな状態でも、私は特に辛いと感じなかった。私のことを考えてくれない人のために、私が尽くす必要はない。強がりではなく、私は本当にそう考えているのだった。サエ子の常識のなさには困ったものだが、私を悩ませる原因が他にもあった。それは、ケンスケの浪費癖のひどさだった。サエ子に何でも買い与える他にも、ケンスケは高級なものを買うことが好きだった。バッグや靴、時計など、一流品と呼ばれるものは何でも手に入れたい性分らしい。自分が使えるお金がなくなると、私にお金をせびってくるのだった。桃子、明日までに5万円用意しておいてくれ。またなの？今月で2回目だよ。その金銭感覚を直してって何度も言ってるじゃない。うるさいな。これがストレス発散になるんだよ。いいから用意しておけ。そんなこと言われても渡すつもりはないよ。お金は湧いて出るものじゃないんだから。私がケンスケをいさめると、ケンスケは缶ビールをぐいっと飲み干した。お前みたいに一日中家にいるやつには、外で働くことの重責は理解できないんだろうな。そんな言い方はないんじゃない？私だっていろいろと大変なんだよ。仕事は休みがあるけど、家事は休みなんてないんだし。あなたもサエ子も家事なんて一切手伝ってくれないじゃない。ケンスケはドンとテーブルを叩きつけた。その音がリビングに反響する。うるせえな。お気楽な主婦は旦那様の言うことを聞いてればいいんだよ。さっさと金を用意しろよ。大声で罵倒され、勢いよく立ち上がったケンスケから身を守るように、私は身を縮こませた。私の方にビールの空き缶が投げつけられ、もう少しで肩のあたりに当たるところだった。ケンスケは自分の気に入らないことがあると攻撃的になる節がある。お酒が入っているとなおさらだ。以前同じような話になった時に手を挙げられたことがあり、それからはできるだけ逆らわないようにしようと決めたのだった。わかった。5万は無理だけど用意する。だからそうやって脅すのはやめてよ。わかりゃいいんだ。最初から逆らってくるなよ。ふんと鼻を鳴らして、ケンスケは新しいビール缶を開けて飲み始めた。どうして私はこんなところにいるんだろう。ここまでされて家族を続けている意味が私にはわからなくなってきていた。そんな生活が続いていたある日のこと。この日は午後の授業が休校らしく、サエ子は早々に家に帰ってきていた。と言っても、特に一緒に過ごすこともない。サエ子は自分の部屋にこもったまま出てくることはない。そういえば、買い物に行かないと冷蔵庫の中身がほとんどないんだった。自分一人だったら、出前でもコンビニご飯でも適当に済ませられるが、家族がいるとそうもいかない。面倒だな。と思いつつ、私は重い腰を上げた。約1時間後、買い物を終えた私は買ってきたものを冷蔵庫に詰めた後、部屋着に着替えようと私とケンスケの部屋へ向かった。そんな私の目に衝撃的な光景が飛び込んできた。部屋には私の荷物が何一つなかったのだ。洋服からバッグから下着一枚に至るまで何一つ。これは、どういうこと？状況が理解できず、私は唖然として部屋中を見渡す。部屋は荒らされた形跡もなく、ケンスケの荷物はそのまま残っていて、私の荷物だけがきれいさっぱりなくなっていた。ということは、泥棒ではない。私の買い物中に家にいたサエ子に事情を聞こう。そう思い、私はサエ子の部屋のドアをノックした。何か用？
不機嫌そうな顔をした冴子がドアの隙間から少し顔を覗かせた。ねえ冴子、私の荷物が見当たらないんだけど、何か知らない？私のものだけが全てなくなってるんだけど。ああ、そのこと？私が全部処分しといたよ。ニヤッと笑った冴子の表情はやけに不気味だった。処分したって一体どういうこと？これ以上あんたと一緒に暮らしたくないの。だからあんたが身軽に引っ越しできるように私が準備してあげたんだよ。私に家を出て行けってこと？嫌な言い方するね。血のつながらない娘と暮らすなんて気を使うでしょ？お互い自由になるための選択だと思ってよ。あくまで私のためだという冴子の暴挙が私には全く理解できない。その言い分が通るとして人のものを勝手に捨てていいはずがない。荷物の中には大事なものもたくさんあったんだよ。どこに捨てたの？家の裏口に出してあるよ。回収業者に依頼したからまだ取りに来てなかったらの話だけど。私は慌てて裏口から外へ出た。幸いまだ回収業者は来ておらず、荷物はゴミ袋何袋分も積み上げられていた。私はそれを取り出し、冴子の元を再び訪れた。ひどいことするね。どうしてこんなことするの？さっきも言ったでしょ、あんたと一緒に暮らしたくないの。パパに寄生するクズ嫁は出てけ。寄生ってそんな風に思ってたの？だってそうでしょ、働いてないあんたが暮らしていけるのはパパが稼いでくれるおかげじゃない。家事も大してできないあんたなんか寄生中でしかないんだよ。あまりにもひどい言葉ばかり口にする冴子に、私は状況を説明する気力もなかった。ここまでするような人間とこれ以上我慢してまで共に生活をする必要はない。一緒に暮らすことはできない、だってそれはこっちのセリフだ。わかった、じゃあ出て行きます。私の言葉を聞いて冴子はパッと表情を明るくした。やった、正直もっとごねられると思ったけど素直に受け入れてくれてよかった。いい気味だね、おばあさん。家族だからと思って我慢してきたが、いよいよ馬鹿らしくなった。こんな人たちと一緒にいたって時間の無駄だ。幸か不幸か、冴子のおかげで荷物をまとめる手間は省けた。私はその日のうちに家を出ていくことにした。家を出た後、健介から私に連絡が来ることはなかった。普通だったら電話の一本も入れてくれてもいいところだが、健介自身私と関係修復する気がないという証拠だろう。私からも健介と冴子に連絡をすることはなかった。誰のためでもない、自分のためだけに時間を使えるという幸せをかみしめていたのだった。私の実家は遠方にあるため離婚も済んでいない状態で大荷物を持って戻ることは現実的ではなかった。だから私は最寄りの駅近くにあるマンスリーマンションを契約し、そこで生活をしていた。家を出てから半年ほどした頃、スマートフォンが着信を知らせた。ディスプレイには冴子の名前が表示されていた。無視していたが、何度も何度も着信が入ってくるので、ついに根負けして電話に出ることにした。何なの？何回も電話してきて、しつこいんだけど。やっと出た！無視してるんじゃないわよ！いきなり耳をつんざくような悲鳴のような声が聞こえた。思わずスマートフォンを耳から遠ざける。そんなに大きな声出さなくても聞こえてるよ。今まで一度も連絡してこなかったくせに、今更何の用なの？重大なことなの。今日大学から学費が支払われてないって連絡が来たの。期日までに支払わないと進級できないって言われた。あんたなんで手続きしてないのよ。そんなこと、わざわざ私に連絡してこなくてもあなたのパパに頼みなさいよ。
パパは平日いつも仕事なんだから、手続きとかはあんたがやることでしょ。パパからお金を預かって振り込みするのはあんたの役目。やることやらないで私に迷惑かけるなんて最低。こんな状況になっても健介は冴子に真実を伝えていないのか。ほとほと呆れて、私は冴子に本当のことを話すことにした。あのね、そもそもあなたの学費を払っていたのはあなたのパパじゃないんだよ。は？どういうこと？私が払っていたの。でもあれだけひどいことをされて、もう一緒にも住んでないんだから、あなたのためにお金を使う義理もないでしょ。今後も一切払うつもりはないからね。私の言葉を聞いて冴子はしばらく黙っていたが、すぐに吹き出して笑い出した。何を言い出すかと思ったら、専業主婦のあんたに医大の学費なんて出せるわけないじゃない。どうせパパから預かったお金を使い込んだか何かで言い訳してるだけでしょ。見苦しい。どう思うが勝手だけどね、本当に健介が学費を払ってると思ってるなら、健介にすぐ支払いをするように話をしなさい。今の時代銀行まで行かなくてもオンラインで振り込みできるんだから。まだそんなことを言うの？すぐバレる嘘ついたって恥かくのはそっちだよ。ここで正直に謝れば許してあげないこともないけど。自分が進級できるかどうかの瀬戸際だというのに、ここまで横柄な態度が取れることにもはや感心してしまう。厚顔無恥も甚だしいとはこのことだ。何を言うのも自由だけどね、私は本当のことしか言ってないよ。ずうずうしい女、パパに確認するからもういいよ。お前みたいな性悪女追い出して正解だった。言いたいだけ言って冴子は一方的に電話を切ってしまった。健介は本当のことを実の娘に話すのだろうか。薄情な二人がどうなろうと知ったことではないが、また絡まれるのも面倒なことだと私は思った。パソコンの画面とにらめっこをしていたある日、冴子からまた電話がかかってきた。前回の電話から2週間ほど経った日のことだった。パパ、本当に学費支払ってなかったみたい。そりゃそうだよ、実際私が払ってたんだもの。娘のあなたに見栄を張りたかったんじゃない？でもあんたは専業主婦だったじゃない。どうして医大の学費なんて支払えるのよ。私専業主婦じゃないよ。サイコは一瞬息を呑んだ。それから小さな声で、えっと一言発した。前にも言ったでしょ、私は在宅で仕事してるって。嘘よ、聞いてない。あなたが聞いていなかっただけでしょ。それとも私の話なんて聞く価値ないって思ってたのかしら。絶対嘘、あんたが言い忘れただけよ。苦しい言い訳をするサイコに私は話を続ける。私はプログラマーなの。会社に出勤しなくてもパソコンさえあればできるし、結婚前に勤めていた会社も IT 関連だったからね、仕事の依頼はたくさんあるんだよ。プログラマーなんて特別な知識がないとできない仕事でしょ。どうせつくならもっと上手い嘘をつきなさいよ。元 IT 企業勤めって言ったでしょ。営業だから簡単な知識は知っておく必要があったし、何も知らない状態から始めたわけじゃないからね。コツコツと入力する仕事も私には合ってたみたい。なかなか優秀なのよ私。そんな、パパの収入を当てにしてる寄生虫だと思ってたのに。それはあなたのパパの方でしょ。健介は自分の給料は全部使っちゃって、生活費なんて全然出してくれないんだから。サイコの愕然とする表情が目に浮かぶ。今まで自分が信じてきたものが全て偽りだったのだと、事実を突きつけられてショックだろう。あなたの学費も食費も光熱費も生活に関するお金は全て私が出していたの。パパが一切家にお金を入れてないってこと？じゃあパパが稼いだお金は何に使ってるの？さあね、
使い道は教えてくれないけど、全部自分の好きなように使ってることだけは確かね。それなのに健介からは全然連絡が来ないけど、どうやって生活してるの？どうやってって、あんたが出ていく前と変わらないけど。ちゃんと調べた方がいいんじゃない？健介がこれまでと同じお金の使い方してたら、すぐに破産するよ。大学なんて行ってる余裕なくなるんじゃないの？そんな、と小さくつぶやいて、サイコは電話を切ってしまった。義理とはいえ、娘にこんな話をするのは酷だったかな。そう思いかけて、情けをかけることはやめた。サイコも18歳。もう成人なのだ。人を傷つけてまで自分のことだけ考えるような思考は改めるべきだ。私はまたパソコンに向き直り、仕事を再開した。サイコに真実を伝えた数日後、今度はケンスケから電話がかかってきた。私が家を出てから半年以上経ったが、彼から連絡が来たのはこれが初めてだった。お前、サイコに何言ったんだよ！何って、本当のことを伝えただけだよ。生活にかかるお金は全部私が払ってたって。余計なことしやがって！お前がそんなことを言うから、俺はサイコから嘘つきって言われたんだぞ！あれからまともに話もしてくれない。お前のせいだ！あまりにも自分勝手な物言いに、私はため息しか出ない。そもそも、あなたの金遣いが荒いのが原因でしょ？生活費もすべて私に出させていた挙句、遊ぶ金がなくなったら私にたかっていたのに、よくそんな偉そうなことが言えるね。うるさい！外で働く夫をねぎらうのが嫁の役目だろ！偉そうなのはどっちだ？一円でも生活費出してから言いなさいよ。自分の娯楽のためにしか金を使わない人がとやかく言う権利ない。かな。言いたいことはそれだけ？時間の無駄だから切るね。ちょっと待て！健介は横暴な態度から一変して焦ったような声になった。お前が出て行ってから生活費がなくて困ってるんだ。今謝るなら許してやるから、家に戻ってこいよ。窮地にいながらも、未だに私を見下す発言をすることに、呆れて何も言えない。結局は自分のことしか考えていないのだ。私が黙っていると、健介は勝手に話し続ける。俺の稼ぎだけじゃ、今までと同じ生活をしていけなくて。借金してるんだ。でも返す当てがない。お前が戻ってきてくれたら全部元通りになる。だから帰ってこい。お前も一人じゃ寂しいだろ。ずうずうしいわね。だいたいあなたの給料だってそんなに悪くないはずでしょ？それなのに借金って、こんな状態でまだ浪費してるの？俺にだって俺の都合があるんだ。急に金の使い方を変えることなんてできない。そうだよね。羽振りいいように見せつけないと、キャバクラの女の子にも逃げられちゃうもんね。え？ケンスケの反応が思った以上に間が抜けていて、私は思わず吹き出しそうになった。私からの言葉が予想できないことだったのだろう。自分ではうまく隠せているつもりだったらしい。知ってるよ。あなたがキャバクラに通っていて、そこの女の子に入れ込んでること。私と離婚したら贅沢な生活をさせてやるとか言っていることもね。なんでそのこと？仕事の関係であなたの会社とも取引があるの。あなたの同僚の人が担当でね。女関係のことで社内で噂が立ってるから、奥さんのお耳に入れておいた方がって教えてくれたのよ。くそ、誰だよそんなこと言ったやつ。気になったから探偵を雇って調査してもらったのよ。そうしたら証拠がボロボロと出てきて笑っちゃった。高級レストランで食事したり、ブランド物のバッグやアクセサリーを買ってあげたり、あんなことばっかりしてたら給料が全部なくなっちゃうのも当たり前だよね。ケンスケは黙り込んでしまった。まさか私にバレると思っていなかったのだろう。しかもそれが社内で噂になってしまうなんて、
何もかも爪が甘い。他にも前の奥さんのことも噂になってるらしいよ。どういうことだよ。前の奥さんとの離婚理由、私には奥さんが遊びたい盛りで家を出て行ったって言ってたけど、あなたの浮気が原因だって噂になってるんだって。はあ？そんなことまで広まってるのかよ。その反応は、噂は本当ってことでいいのかしら。まあこっちは証拠がないし、真実はどうかわからないけど、もうあなたのことは何一つ信用できない。離婚してください。健介は離婚なんて認めないとか、戻ってこいとか、いろいろわめいていたけど、最後まで謝罪の言葉は出てこなかった。一時的に謝罪されたところで、あの家に戻るつもりなんて一切ないのだけど、自分本位な彼には心底がっかりした。これ以上ごねるなら裁判だと言うと、ようやく観念したのか、離婚することを了承した。これでようやく本当に自由になれる。私は晴れやかな気持ちになった。健介とは正式に離婚することができた。依頼した弁護士がとても優秀な人で、どうせならとことん痛い目に遭わせたいという私のためにいろいろと骨を折ってくれたのだ。健介の浪費や暴力、最古の暴言を記録していたので、それをもとに慰謝料を請求。今後一切関係を持ちたくないからと一括請求をし、すべて支払ってもらったのだった。弁護士は健介が入れ込んでいたキャバクラ嬢にも話をしたそうで、事実を話してくれれば慰謝料の請求はしないと交渉。健介が年単位でいろいろと貢いでいたことを白状した。それがきっかけで健介はキャバクラを出禁になり、散々貢いだキャバクラ嬢に会うこともできなくなったとか。しかし長年の金銭感覚は治ることはなく、無駄遣いを止められない健介は借金をし続け、返しきれない額にまで膨れ上がっているらしい。最後はというと、健介が学費を支払うことができずに、せっかく入った大学を中退したそうだ。借金を返すために就職しようとしているらしいが、医者を目指していたプライドのせいで仕事を見下し、ことごとく不採用になっているんだとか。家族を大事にしていれば安定な生活が続けられただろうが、今となってはいい気味だ。私はというと、仕事は順調で、自分のために自由にお金と時間を使える生活を楽しんでいる。と言っても、もともとそこまで物欲はないので、休みの前日にちょっといいお酒を飲んだり、レストランで美味しいものを食べたり、今度は一人で海外旅行をしてみたいと計画中だ。もし今後パートナーができるとしたら、お互いを大切にし合える人だといいな。そんなことを思いながら、お一人様ライフを楽しむ私なのだった。いつもありがとう。手作り弁当を受け取り、颯爽と仕事に向かうカレンちゃん。そんな彼女の忘れ物に気づいた私が、慌てて彼女の後を追った時だった。ある公園で私は衝撃の光景を目の当たりにすることになる。許せない。私たちを騙していただなんて。目に物を見せてやる。復讐を誓った私は、彼女にある作戦を仕掛けるのだった。私の名前は神原忍。今年50歳の主婦だ。私の仕事はマッサージ師で、主に頭身マッサージを主流とした自宅サロンを経営している。前の夫を早くに亡くしてから一人で生活を続けていた。そんな私と再婚してくれたのが、今の夫の達人さんだ。彼はお客さんとしてやってきていて、うちの常連さんだった。忍さんにマッサージをしてもらうと、頭や肩が嘘みたいに軽くなるんです。長年悩まされていた偏頭痛も、ここに来始めてから全くしなくなって、本当に感謝してます。嬉しそうに笑う達人さんの顔を見て、
私もすごく喜んだのを今でも覚えている。一度ハマったら病みつきになった様子の達人さんは、それ以来週に一回は来てくれるようになった。けれどうちのサロンも決して安価な価格で提供しているわけではない。他にも会社員のお客さんはいらっしゃるが、みんなだいたい月に2回、多くても週1回で来るような人たちばかりだった。そんな中でも達人さんは、多い月には週に2回、3回と来てくれることもあった。決して生活を切り詰めて来ている様子もなく、無理なく利用できるほどの経済的余裕を感じた。一体この人は何の仕事をしているんだろう。あまりに惜しみなく来られる達人さんの仕事に徐々に興味を持ち始めたのが、彼に歩み寄るきっかけだった気がする。その正体を知ることになったのは、出会って3ヶ月ほどが経過した頃だった。達人さんの方から複数会社を経営していることを話してくれて、実はバツイチであることも教えてくれた。仕事が忙しくて、幼少期の間にはあまり構ってやれなかったんですがね。今はうちの会社の社員として僕のことを支えてくれています。やり手経営者の達人さんは家に帰れることも少なかったそうだ。そのため育児にはなかなか参加できなかったとこぼしていた。財産目当てで結婚するために子供を利用したと知って許せませんでした。そうつぶやく達人さんの表情はひどく苦しそうに歪んでいた。前の奥さんは達人さんの財産を狙うために子供を利用して彼に結婚を迫ったそうだ。そのために否認していたと嘘をつき、達人さんに責任を取らせたんだとか。念願が叶った奥さんは育児や家事をすべて家政婦さんたちに押し付け、毎晩遊びほうけていた。そんな彼女に嫌気がさし、彼は奥さんと離婚して現在は娘と二人暮らしの生活をしている。その娘の名前はカレンちゃん。年は25歳で、達人さんの会社に勤めている OL だ。達人さんとプライベートでも交流する機会を持ってからは、カレンちゃんと食事をすることも増えた。愛想が良く、天真爛漫な彼女の笑顔には、いつも癒されており、私が作る料理を美味しいと言って、たくさん食べてくれた。本当に忍さんの作る料理って美味しいよね。私すごく好きなんだ。時間を重ねていくうちに、カレンちゃんからそんな言葉を言ってくれるようになった。それが嬉しくて、私は料理のスキルに磨きをかけ始めた。それから間もなくのことだった。私と達人さんが深い仲へと発展し、結婚の話も出始めたのは。けれど、結婚の話を言い出したのは、私たち二人ではなく、まさかのカレンちゃんの方からだった。お父さんと忍さんって結婚しないの？私は忍さんがお嫁に来てくれたらすごく嬉しいけどな。達人さんとそういう話がなかったわけではないが、前の奥さんのことでカレンちゃんの心に傷が残っていないかと不安だった。彼女たちの辛い過去を知っていた私から、達人さんに結婚を申し出ることなんてとてもできなかった。結婚なんかできなくても、このままで十分幸せだ。そんな風に思っていたところに、カレンちゃんからのこの言葉だ。当然、嬉しさがこみ上げた。思わず目の前で涙を流すほどに感動してしまい、カレンちゃんはその様子を見て困ったように笑いながら、私のことを抱きしめてくれた。その際に、不敵な笑みを浮かべていたことに、私や達人さんが気づくことはなかった。カレンちゃんの後押しもあり、私と達人さんは結婚することになった。達人さんと結婚して分かったのだが、彼の仕事は思った以上に忙しかった。週の半分以上は家を空けていることが多く、うちに来店していた時が唯一家に帰る時間だったということが判明した。そのため、週のほとんどをカレンちゃんと二人で過ごしている。
こうして家族になったわけだから、タツトさんのいないところでも関係を築いていこう。そんな風に意気込んでいたが、カレンちゃんも仕事やプライベートが忙しいらしく、家にいることは少なかった。なんだか寂しいわね。家には家政婦さんたちもいたりして、日中の寂しさは少なかった。けれど、問題は夜だ。家政婦さんたちはだいたい17時には退勤してしまう。そこからこのだだっ広い家には私一人っきり。カレンちゃんもタツトさんも夕食を一緒にするという機会がほぼほぼなかったのだ。カレンには寂しい思いをさせてきたから、しのぶさんがうちに来てくれて嬉しいよ。結婚する前にタツトさんがよく漏らしていた。夜にカレンちゃん一人を残すことが不安だったと。住んでいるマンションにはコンシェルジュも備わっているため、安全面ではそんなに心配していなかったそうだが、それでも年頃の女の子を家に置いて働いているのだ。心配になるのは当然のことだろう。そんな寂しい思いはもうさせまいと意気込んで結婚したわけだが、カレンちゃんも大人だ。社会人として立派に旅立っている。取り越し苦労だったな、と、ご飯を食べながら物思いにふけ込んでいると、玄関の鍵が開く音が聞こえた。ただいま。音がしたのでそちらに顔を出すと、疲れ切った様子のカレンちゃんが帰宅した。お帰りなさい。ずいぶん遅かったわね。お仕事大変だったでしょ。お風呂は空いてるわよ。いつもありがとう。ちょっと立て込んでるプロジェクトがあってね。これが成功したら昇進するチャンスかもしれないから、今すごく頑張ってるんだ。疲れた様子でリビングに入ってきたカレンちゃんは、荷物を椅子に置くなり、テーブルに並べられていた夕飯に手を伸ばす。ちょっとつまみ食い。本当に美味しい。帰ってきてこんな温かいご飯が食べられるなんて幸せだ。そう言って私の作る料理をべた褒めしてくれるカレンちゃん。料理だけはどんなに忙しくても私が振る舞いたいと家政婦さんにお願いし作らせてもらっている。これが唯一カレンちゃんとのコミュニケーションを築けるきっかけになっているからだ。お弁当箱を台所に置いとくね。今日のやつも美味しかった。一緒にお弁当を食べてる人にいつも羨ましがられるんだ。嬉しそうに話してくれるカレンちゃんの顔にいつも癒されていた。本当に心から喜んでくれている、そんな風に思っていた。実際はこの笑顔の下に醜い感情が見え隠れしているとは知らずに。お風呂入ってるわよ。疲れただろうし、ゆっくり使ってらっしゃい。晩ご飯を共にした後、ソファーでうたた寝しそうになっているカレンちゃんに優しく声をかけた。カレンちゃんは寝ぼけながら返事をし、少しふらついた様子でお風呂場へと向かう。彼女がお風呂に入り始めてから1時間以上が経過した。さすがにお風呂の中で寝ているんじゃないかと心配した私は様子を見に行くことにした。脱衣所に入り浴室にいるカレンちゃんに声をかけた時だった。たまたま洗濯機の上に置かれていたカレンちゃんの携帯に目が止まってしまったのだ。そこには開かれたままのメール画面が映し出されていた。その内容を見て私は思わず目をギョッとさせた。いつも会いに来てくれてありがとう。来月はバースデーだから、エースのカレンには期待してるよ。サプライズ楽しみにしてるね。カレンちゃんからの返事がないことをいいことに、思わず内容を読み上げてしまい、慌てて口を塞いだ。しかし、その読み上げた内容に、私は違和感を覚えた。普通に考えるのであれば、意中の男性、あるいは交際中の男性からのお礼のメール。けれど、最後の一文にあるバースデーの言い方が気になって仕方なかった。普通、誕生日と表現しないだろうか。
ましてやサプライズをわざわざ期待しているなんてプレッシャー、大切な彼女に対してするものだろうか。それにエースって、この人の名前もどう考えても普通の人の名前じゃない。夜の人が使っているような源氏名だ。自分の脳裏に嫌な予感が浮かび上がり、どうしようかと迷っていた時だった。やば、お風呂で寝ちゃってた。お風呂の中で目を覚ましたカレンちゃんが、慌てて湯船から上がる音が聞こえたのだ。私はすぐに洗面台の方へと向かい、何かを探す素振りを見せた。あれ？忍さんどうしたの？ああ、ごめんなさいね。お風呂に入ってるところに来ちゃって。ハンドソープを切らしてたみたいで、予備の詰め替えを取りに来たの。慌てて機転を利かし、平然を装いはしたが、内心メールを見たことに気づかれていないかドキドキした。カレンちゃんは私のそんな様子を疑うことなく、そっかと笑っている。あれがもし本当に夜のお仕事をしている人からだとするなら、彼女はどうやって通っているのだろう。彼女の仕事は事務職だ。総務課に勤めはしているものの、お給料も手取りで35万くらい。だからといって、ホストに毎月通えるほどの金額は持ち合わせていないはず。なのに、先ほどの男性からのメールには、しっかりとエースの文字が刻まれていた。一般職の OL の給料で、エースを張れるほどのお金があるとは思えない。私がカレンちゃんに対して不安になり始めた頃、事件が起きた。今までなかなか家に帰ることのできなかった達人さんが、週3で家に帰るような生活になったのだ。仕事が落ち着いたのもあるが、実は、うちの会社で横領事件が発覚してな。なんと、達人さんが経営している会社で横領事件が浮上したらしい。しかもそこは、カレンちゃんが勤めている会社でもある。犯人はまだ特定されていないが、横領された金額は数千万円。おそらくは経理に関係しているものの仕業なんじゃないかと噂が飛び交っているそうだ。私の脳裏にどんどん嫌な想像が膨らんでいく。彼の帰りが増え始めてから、カレンちゃんも家に帰ってくることが増えた。あんまり根詰めすぎないようにパパも気をつけてね。犯人、無事に捕まるのが一番だけど。彼女は会社で一番の出世候補と期待されている女性社員だと、達人さんは語っていた。寂しい思いをたくさんさせてきたのに、気づけばそんな立派な子に育っていて、親としては誇らしいと、以前私に嬉しそうに話してくれたのを覚えている。そんなよくできた娘が、まさか会社の金を横領してホストに通っているだなんて。そんなのありえない。何かの間違い。きっとこれは私の考えすぎよ。そんな風に自分の考えを否定はするものの、あの男性からのエースの言葉が脳裏にちらついて頭から離れない。横領された数千万の金額があれば、ホストのレベル次第では余裕でエースになれるかもしれない。ましてや、あんなメールを大切な彼女に送るのだろうか。達人さんに一度相談した方がいいのか。頭の中の整理がつかず、それから数日が経過した。仕事の定休日だった私がカレンちゃんのお弁当を作っていると、家政婦さんが私の顔色を見て心配そうに声をかけてくれたのだ。奥様、大丈夫ですか？顔色が悪いです。あれなら今日の支度は私がやりますよ。この女性はもう20年近くうちの家の家政婦をしており、カレンちゃんも達人さんも信頼を寄せている人物だった。機転は利くし、冷静で物事の判断も素早い。まさに頭の切れるタイプの人だった。彼女なら何かアドバイスをくれるかもしれない。そう思った私は、カレンちゃんや達人さんが出払った後に、相談があると彼女に声をかけた。
彼女も快く承諾してくれ、二人が出払った後、リビングの椅子に腰を下ろしながら、この二、三日に起きた出来事と私の考えを伝えた。実は私もお嬢様の様子がおかしいと思っていました。それを思い始めたのはちょうど半年ほど前のこと。カレンちゃんはお酒やタバコが苦手であり、タツトさんは両方大好きな人だった。けれど、カレンちゃんがあまりにも煙たがるため、タツトさんは家でタバコを吸わなくなり、家にいる間だけ禁煙している状態の生活に、10年ほど前からなっているらしい。だけど、半年ほど前から時折、お嬢様の衣服からタバコの匂いがするようになったんです。もちろん、会社の付き合いやら交際相手の男性が、などの予想はあったため、それだけで変に思うことはなかった。しかし、ある日の夜、家政婦さんが仕事を終え、友人に誘われて飲み屋街を歩いていた時のことだった。その日は珍しく、少し高めのお寿司屋さんで、日頃のご褒美と称して、お酒とお寿司をたしなんでいたそうだ。そのお店に入ってきた人を見て驚きました。やたらと派手でチャラチャラしたような男性にお嬢様が腕をべったりと絡めて寄り添いながら入店してきたんです。そのお店は格式も高く、一元さんお断りの高級店だった。そんなお店にバカップル代表みたいな二人がやってきて、家政婦さんは思わずゾッとしたらしい。隣にいた男性はブランド物を着飾り、スーツ姿ではありましたが、どうも普通の仕事をしているようには見えないような派手さで。けれど、お嬢様がどんな方とお付き合いしようが、それを私みたいな立場の人間がどうのこうの言う資格はありません。なのでそのことに関しては口出ししないようにしていたんです。二人はその後、飲み屋街の方へと消えていったため、もしかしたらそのメールの相手はその時の男かもしれないと、家政婦さんと私の中で意見がまとまり、タツトさんに相談することとなった。その日の夜、カレンちゃんは残業で帰りが遅いらしく、友達と夕飯を一緒に食べてから帰るとの連絡をもらった。タイミングよくタツトさんは帰宅しており、話すには絶好のチャンスだ。先日のメールの話と家政婦さんとの話、さらには横領についてタツトさんに話すと、彼は顔を青ざめながら動揺していた。嘘だ、カレンが。けれど、彼の中でもそれを完全に否定することはできないのだろう。なぜならば、カレンちゃんには職場である噂が浮上しているらしい。カレンが専務と恋仲になっているんじゃないかって多くの社員が噂をしているそうなんだ。何でもその専務には黒い噂があり、最近金の羽振りが良く、同僚たちからも不審の声が上がっているとのこと。経理の仕事に携わっている人間だ。横領するにはもってこいの立場かもしれない。娘のこととはいえ、あくまで冷静に物事を考えられる達人さんの凄さを痛感した。私がいきなりこんな話を聞かされたら、信じるのには相当の時間が必要だ。けれど、きっと達人さんも信じたくないから、いろいろな方法を使って否定する証拠を集めようとしていたんだろう。だが、そういう時に限って、集まるのは確定させるような証拠ばかり。私からの話を聞いて、タツトさんの中でも疑問が確信へと変わったようだ。このこと、カレンには何も言わないでくれないか。会社のことも絡んでいる。早急に委員会を設置して、専務の横領の証拠や警察の介入を図ってみるから。わかったわ。冷静を取り繕ってはいるものの、タツトさんの顔色は悪い。専務の年齢を聞いたが、もうすぐ定年間近だという。私たちよりも上の。ましてや、おじいさんと実の娘が、そんな関係になっていると想像したら、
気分が悪くなるのも当然だ。会社関係のことは達人さんに任せたものの、こちらの問題はホストにはまっているであろうカレンちゃんだ。達人さんの会社関連が落ち着かない限り、こちらも動きようはないのだが、もしも専務が捕まり、パトロンがいなくなったとしても、彼女が次に手を出すのは、達人さんの預金口座じゃないのかと、私は考えた。実はあの後、彼女が部屋で誰かに電話している現場に遭遇したのだ。おそらく、あれは相手のホストだろう。次のバースデー、絶対に私があなたをナンバーワンにさせてあげるから、ちゃんとアフターしてよね。あと、結婚の約束もちゃんと守ってよ。ホストの沼にはまっているであろう会話が聞こえ、急いであの子をその世界から離さなければと内心焦った。どうしたものかと悩みながら翌朝を迎え、いつの間にかカレンちゃんは帰宅しており、何食わぬ顔でキッチンの方へとやってきた。今日のお弁当も美味しそうだね。昼休みが楽しみだよ。最近のカレンちゃんはいつもの通勤時間より30分早めに出社するようになった。何でも例のプロジェクトが完成間近らしく気合が入っているんだとか。あまり根詰めすぎて無理しないようにね。無邪気に笑いながら声をかけてくるカレンちゃんに胸が痛んで仕方がなかった。こんなにも家族思いで、こんな私を受け入れてくれたいい子なのに、彼女に対して疑いの目を向けてしまう自分が嫌で嫌で仕方がなかった。いつもありがとう。それじゃ行ってきます。そんな私の気持ちなどつゆ知らず、彼女はお弁当を受け取り、意気揚々と職場へ向かった。しかし、ふとリビングのテーブルに視線を向け、驚いた。彼女は大事な社員証を忘れていたのだ。届けないと。急いで私が彼女の後を追い、とある公園の前に差し掛かった時だった。会社に向かったはずのカレンちゃんと、目の前で何やら土下座をしているホームレスの姿が目に留まったのだ。カレンちゃん？一体あんなところで何を？パッと見れば大切な娘がホームレスに絡まれて危険かと思うが、どうも様子がおかしい。ホームレスのおじさんは涙を流しながら地面に頭をこすりつけ、まるで施しをねだるように両手を彼女に差し出していたのだ。対する彼女はお弁当を包みから取り出し、何やら不敵な笑みを浮かべておじさんを見下している。どういう状況なのかわからない私は、ひとまず影からその様子を見守ることにした。どうか、どうかお願いします。いつものやつをください。汚い。本当に醜い親父ね。ほら、いつものように言いなさいよ。お恵みが欲しいんでしょ？カレン様、どうかこの小汚いクソジジイに慈悲のお情けを。泣きながら震え、それでも物をねだらないと生きていけないおじさんの姿を見て胸が痛んだ。けれどそれよりも驚くべきはカレンちゃんの口から発せられた言葉だった。家で私やタツトさんにはもちろん、他の誰かにあんな偉そうに物を言っているのは聞いたことがない。衝撃的だった。カレンちゃんがそんな言葉を言っているのも、おじさんにそんなことをさせているのも、全部が信じられない光景だった。マジで滑稽。いいよ、あんたみたいな生きてるだけで邪魔な存在でも私のストレス発散の役には立ってるからね。施しぐらいはあげる。ほら。次の瞬間、彼女のした行動を見て、私は目の前の光景を理解できなかった。カレンちゃんは取り出した弁当の蓋を開け、中身をおじさんの手の中に落とし始めたのだ。ゴミ箱にそのまま捨てるより、こうした方がリサイクルになるからね。
あんたは施しを受けられるし、私はゴミを有効的に捨てられる。おまけにストレス発散までできて、一石三鳥ってやつね。環境に優しいわ。彼女の口からこぼれる言葉の数々が、鋭利な刃物のように、私の胸を突き刺していく。いつも美味しいお弁当をありがとう。そう言って笑ってくれていたカレンちゃんの言葉は、全部嘘だったの？しのぶさんの料理が一番好きなんだ。そんな風に言ってくれたあの言葉は、全部私の気持ちをもてあそぶためだけに言っていた言葉なの？彼女の何もかもが信じられなくなり、一瞬にして憎悪が湧き起こった。聞いてくれる？おじさん。うちの家に新しく来た女。ま、うちのお母さんになった人なんだけどさ。私が少し褒めただけで調子に乗って、料理頑張り出すとかキモいことしてくるんだよね。パパの財産もあの女がいたら減っちゃうだろうし。マジで邪魔でしかないの。あの女を消すいい方法、あったりしないかな。不気味に笑う、カレンちゃんの顔を見て、私の中にどす黒い感情が生まれた。許せない。私のことも、タツトさんのことも、そんな風に思っていただなんて。人にあんな仕打ちをして、馬鹿にしていただなんて。彼女のすべてを許すことができない。この時私は、カレンちゃんに地獄を見せることを決意し、早速行動に取り掛かった。そして、数日後。珍しいね。パパとしのぶさんが私に話があるだなんて。もしかして、ついに私にも弟か妹ができるってお話？私たちが何も事情を知らないと思っているのだろう。あっけらかんとした様子で言葉を言ってきたカレンちゃんに、私もタツトさんも冷たい視線を送った。悪いが、そんないい話ではない。どうしたの、パパ。なんか顔怖いよ。もしかして、会社のお話？タツトさんの声色と表情を見て、これがただならぬ事態だと気づいたのだろう。事態の悪さを察知したカレンちゃんが、自分の中で思い浮かんだ悪い話の内容をこぼした。そうだな。まずはそこから話そうか。実はこの数日で専務が会社の金を横領していた証拠をつかみ、警察も即座に動いてくれた。ネットバンキングを使って会社の金に着手していた専務は逮捕され、懲役6年の判決を言い渡されたらしい。その際に専務が言っていた言葉だが、ある女性にお小遣いと称して毎月多額のお金を振り込んでいたそうだ。その話を聞いた瞬間、カレンちゃんの表情に動揺の色が浮かぶ。専務もひどいことをするもんだね。けど、専務が横領していたお金をもらった人は、そんなの知らない可能性だってあるんじゃない？それだと、罪にならないって聞くけど。カレンちゃんの言う通り、彼女がお金を受け取った際に、横領したお金だと認識していなければ、横領罪には適用されない。そして、私たちにはそのことを証明する手段がない。確かにな。けど、その横領された金がどこに使われたのか、それを証明することは容易だったよ。その発言を聞いて、カレンちゃんの顔つきが一気に変わった。目は鋭く、こちらを敵とみなしたように睨みつけ、腕と足を組んで、高圧的な雰囲気を作り始めたのだ。専務がお金をどこに振り込んでいるのか、その足はついているし、それをどこに使われたのかの証拠もつかむことができた。カレン、お前の通帳に送られていることがね。その言葉を聞いても、彼女が動揺をあらわにすることは一切ない。すぐに白を切るように、鼻でタツトさんの言葉を笑い、馬鹿にしたように言葉を発する。冗談やめてよ。
確かに私は専務と深い仲にはなっていたわ。けど、それが会社のお金だなんて知らないし、それを証明する証拠がないじゃない。証拠は取れてるんだよ。お前が通っているホストクラブの防犯カメラにな。ホストクラブの言葉を聞いた瞬間、カレンちゃんの顔から一気に血の気が引いていく。きっと、そんなところまでバレるはずはないと、高をくくっていたのだろう。警察を連れて横領罪の件から、お前が通っているホストクラブにも協力をお願いしたんだ。相手は心よく承諾してくれたよ。おかげでいい証拠も取れた。それがこれだ。タツトさんがノートパソコンの電源を入れ、ある映像をカレンちゃんに見せた。そしてその衝撃映像にカレンちゃんは絶句した。カレン、いつもこんなにありがとね。けど会社員なんだろ、こんなにお金たくさん使ってくれて大丈夫？無理させてない？全然。大好きな推しのためなら身を削ることなんて当然。ちょっとおっさんと寝てお小遣い稼ぐだけだから、そんな心配しなくていいんだよ。体売ってるの？まあ、君に貢ぐためにしてるわけじゃないけどね。相手、うちの会社の専務なの。専務が会社のお金に着手しててさ、しかもその会社、うちのパパの会社で、実質うちからすればパパからのお小遣いじゃん？何も問題ないよね。専務に色かけてる方が私の出世にも影響してくれるだろうし、まさに一石二鳥。いや、もっとかな。そんな感じだから大丈夫だよ。その証言は紛れもない横領を知っていたという証拠になり、カレンちゃんがこれで専務と同罪ということが証明されたのだ。けど、あんなの冗談で言ってただけだし、私の通帳に実際にそのお金が振り込まれてるかなんて。なら、お前の通帳をすべて見せてみろ。強気に出ようとしているものの、そんなことを言えばこう返されるのなんて当然だ。バカでもわかる。けれどカレンちゃんも相当動揺しているのだろう。タツトさんにどんどん追い込まれていき、完全に崖っぷち、言い逃れのできない状態になってしまったのだ。簡単な話だ。お前が横領の金など知らないというのなら、その証明をすればいいだけのこと。専務が振り込んだとされる口座の通帳をお前が見せて、そこにその履歴が残ってなければ疑いは晴れるんだ。身内といえど容赦ない達人さんを見て胸が痛んだ。彼は誰よりも家族を大切に思っている。こんなことを言うのも、こうして行動するのもすごく辛かったと思う。それでも心を鬼にして、こうしてカレンちゃんを問いただしているのだ。彼の心情を思うと、胸が張り裂けそうな思いに駆られた。しのぶちゃん、助けて。違うの。私本当に知らなかったの。あれが会社のお金だなんて、わからなかったの。今にも泣きそうになりながら、私の足元に駆け寄り、すがりつくカレンちゃん。今までの私との関係の構築で、この女なら自分のことを守ってくれる、タツトさんを説得してくれると考えているのだろう。けれど、私はそんな彼女に向かって、携帯に保存してある映像を見せつけた。パパの財産もあの女がいたら減っちゃうだろうし、マジで邪魔でしかないの。あの女を消すいい方法、あったりしないかな。そこには公園でカレンちゃんがホームレスのおじさんをバカにしている姿が映り込んでおり、その映像を見て彼女の顔が青ざめた。実はあの日、あなたが社員証を忘れていたのに気がついてね。慌てて後を追って届けたら、この現場に遭遇したの。あなたが去った後に、このおじさんから話も聞けたわ。おじさんがこんな目に遭い始めたのは、今から1ヶ月ほど前のことだ。
カレンちゃんがこの公園でお弁当を捨てている姿を見かけ、声をかけたと教えてくれた。彼は足が悪く、仕事をリストラされてからホームレス生活となり、この公園に住み着いている。今にも空腹で死にかけているところで彼女に遭遇し、それ以来彼女の機嫌を取り続ければ弁当をもらえるという生活を続けていた。信じられなかったわ。自分の娘となった子がこんなひどい仕打ちをしているだなんてね。しかもカレンちゃんは機嫌が悪いとおじさんを痛めつけ、身体的にも彼に危害を加えていたそうだ。違う、私は悪くない。パパが私を寂しくさせてきたのがいけないのよ。人に怒られたことがなかったからなのか、責任逃れをしようとするカレンちゃん。その口から出た信じられない言葉に私の怒りが頂点に達した。いい加減にしなさい。いきなり大声を出したものだから、カレンちゃんは驚き、後ろに体をのけぞらせた。タツトさんがどれだけあなたのことを思って、何のために頑張ってきたと思ってるの？母親のいないあなたを寂しくさせないよう、家政婦さんたちにも頼み込んで。お金を無駄遣いしているのだって、タツトさんは気づいていた。それでも、お金を使ってあなたの寂しさが埋まるならと、我慢してくれていたの。そんなことも知らずにあなたは、ずっと親のすねをかじり続けて、情けないとは思わないわけ？彼女が幼い子供なら、きっと言い分もまだ理解できただろう。けれど、それを盾に自分の悪行を受け入れず、人に反抗する彼女のことを、私は許すことができなかった。大人を舐めるのもいい加減にしなさい。自分でやったことの尻拭いは自分でするのよ。誰も助けてくれないわ。私の怒号を聞いた彼女は観念したようにうなだれた。それからカレンちゃんは警察に連れて行かれることとなった。盗品等関与罪とホームレスのおじさんへの危害を加えた罪として懲役3年の判決を言い渡されたそうだ。ホストクラブにも数百万の借金があり、出所後は借金返済も迫られることになるだろう。もちろん、そのお金をタツトさんが立て替えることはなく、カレンちゃん自身も出所したら夜の世界に身を投じて自力で返すという意向で話はまとまった。しかし、なかなか腹はくくれないのだろう。面会に来たタツトさんに泣きついて、彼女は終始家に帰りたいとすがっていた。もう二度とこんなことしません！お願いします！号泣しながらタツトさんと私に泣きつくカレンちゃん。けれど、タツトさんは心を鬼にして彼女に感動を告げた。それと同時に遺産はすべて私に渡すと宣言。面会を最後にカレンちゃんと会うことはなくなった。こうして私とタツトさんには穏やかな暮らしが戻ってきた。会社の軌道も安定し、彼が家にいてくれることも以前に比べて格段に増えた。俺が会長になってもっとゆっくりする時間が増えたら二人で旅行に行きたいね。そういえば新婚旅行もまだだったものね。老後は君と世界中のいろんな国を見てみたいよ。忙しい生活を送っていたからね。大切な人とゆっくり余生を楽しみたいんだ。庭で家政婦さんに入れてもらったコーヒーをたしなみながら、タツトさんと二人、幸せな時間を過ごすのでした。他人の寄生虫は出てけ。私に向かって、リナコはそう言い放った。驚く私を無視して、さらにこう続ける。ここはパパの名義の家だし。実の娘である私には住む権利があるの。あんたは邪魔だから、今すぐ出て行ってくれる？
それを聞いた私は一瞬あっけに取られてポカンとしてしまった。だが私はすぐに大笑い。あなた知らないの？あえて私はそこで言葉を切った。リナ子は続きが気になるようでごくりと唾を飲み込みこちらを凝視している。困っている引っ越し業者には荷物も少ないし、ひとまず空き部屋に全部運んでくれと指示を出した。そこでリナ子はどさくさに紛れて中へ入ろうとしてきたので、私はそれを手で制した。ここは私名義の家、あなたと私は他人なの、勝手に入らないで。私がそう言うとリナ子は顔を真っ赤にさせて、知らないと言ってどこかへ行ってしまった。和俊が亡くなった直後にこんなことをされ、怒りがふつふつと湧いてきた。絶対に後悔させてやる。私はついに反旗を翻したのだ。私の名前は田原ゆきな。現在39歳でピアノ講師をしている。夫の和俊は私より6つ年上で会社経営をしている起業家だ。仕事の関係で知り合った私たちはゆっくりと愛を育んでいった。私たちが結婚を意識した時、ある事実を和俊が告白した。実は和俊には結婚歴があるそうだ。20代の頃に当時付き合っていた彼女と結婚し、里奈子という子供も生まれたのだが、ほどなくして前妻の浮気が発覚。相手のために貢ぎ多額の借金を抱えていて、さらには親権を放棄したことで和俊が里奈子の親権を持つことになったそうだ。そうしてしばらくは父子家庭で育った里奈子だったが、和俊の会社が潤っていたこともあり、不自由は特に何もなかったらしい。だが和俊の経済力に比例して里奈子のわがままもどんどんひどくなっていったそうだ。中学生の頃にはデパコスが欲しいとか髪の毛を染めたいとか散々言っていたらしいし、何度言っても聞く耳を持たなかったそうだ。わがままなまま大きくなった里奈子は高校生の時に父親の再婚相手として私を紹介された時も嫌悪感を出しまくっていた。あんたなんて母親として認めない。私には美人なママとお金持ちで優しいパパがいるからそれで十分なの。母親の浮気のことは和俊が里奈子に言っていなかったそうだが、美人だったという母親をかなり尊敬しているように見えた。それはそれで悪いとは思わないが、結局里奈子は私を認めてくれなかったので、彼女が18歳になって高校を卒業し社会人になったタイミングで私たちは籍を入れたのだ。里奈子ももう立派な大人になったしと思っていたのだが、まさかあんなことに発展するとはみじんも思っていなかった。私と和俊はそもそも自分たちの間に子供を望んでいなかった。和俊にとっての子供は里奈子一人だけで、仮に私たちの間に子供を作ったとなれば里奈子が腹違いの兄弟とか無理と言って何をしでかすかわからなかったからというのもある。私としてもこの30代後半という年齢や子育てしている人の話を聞いてきた中で、多分自分は育児に向いていないと思うようになっていた。特にこちらに敵意丸出しの里奈子と空想上の我が子の反抗期真っただ中を重ねた時、とてもではないが対応できる自信がなかった。だからお互い子供はいらない、夫婦二人で穏やかな余生を過ごしたいという価値観が合致したことで交際、結婚に至ったのだ。そうして2年前、里奈子が18歳になって社会人となった後で結婚し、夫婦二人で平凡な毎日を過ごしていた。しかし穏やかな日々はこの2年で終わりを告げることになった。和俊にがんが見つかったのだ。
すでに末期状態だと言われてしまい、今からできることはせいぜい延命治療だと。あまりの衝撃に私は頭が真っ白になって、和俊の余命宣告も今後の治療についても何も頭に入ってこず、気づけば和俊は入院して治療を開始していた。家に帰っても誰もいない日々が続き、疲弊していたにもかかわらず、さらに追い打ちをかける人物が現れた。そう、あの里奈子だ。一応私と和俊は結婚しているので、里奈子は和俊の連れ子という立場にはあるが、一緒に暮らしたことがないので、私にはそこまでの意識はない。娘が父親の住んでいる家を知っていること自体はおかしなことではないのだが、なぜか和俊が癌になって入院したことを知っていた。パパ、癌になったんでしょ？あんたが頭真っ白で見ていられないからって、私にも知らせてくれたわ。和俊は心配して、そうリナ子に言ったのだろうけど、私やリナ子からしたら面白い話ではない。だが、リナ子は何やら考えがあるらしく、にやっと笑ってこう言った。そういうわけで、この近くに引っ越すことにしたから。げんなりしているあんたの面倒を見てやらないといけないし、パパの身の回りのお世話も必要でしょ？5歳のあんたより、実の娘の私を頼りたいんだろうね。そんな挑発を残し、リナ子は去っていった。すぐ和俊に連絡をして、その会話をそのまま伝えると。リナ子がそんなことを、もう大人になったと思って連絡したのに、かえってお前に嫌な思いをさせて悪かった。と謝ってきた。和俊は何も悪くないし、今は自分の状況を考えることに徹してほしい。病人に気を使わせるのも良くないと思って、私は、大丈夫。あの子とのことは私が何とか解決するから。と、なるべく明るい声で言った。ただ正直、達成できる自信がない。ただでさえ子育ては向いていないと、そう思っているのに、自分に対して敵意丸出しの相手とどう接したらいいのだろうか。それに、リナ子は私と20歳近く年が離れている。というか、39歳の私とピチピチの20歳であるリナ子が、実の親子でもないのに分かり合えるのだろうか。そんなことを考えてはやめるを繰り返し、頭の中がぐちゃぐちゃになった。考えてもしょうがない。ひとまずは仕事をこなしながら和俊を支えよう。そんな風に無理やり考えるのをやめて眠りについた。結局は和俊のことが心配で一睡もできず、翌日以降はレッスンを受け持っている生徒さんやその保護者から心配されてしまったが、そうしていつの間にか半年が経過していた。この間、私の仕事自体に大きな変化はなく、和俊も闘病生活を頑張って毎日懸命に生きている。だが気がかりなことが一つあり、それが半年前近所に引っ越してきたリナ子の存在だった。この半年で私は5キロ以上痩せてしまったと思う。今も腕に赤子を抱えながら、なぜ自分がこのようなことをしないといけないのか、甚だ疑問だと眉間にシワを寄せた。この赤子の名前は遥か。何を隠そう、リナ子の子供なのだ。つまり、遥かにとって私は義理の祖母ということになるのだが、それをいいことにリナ子は、遥かの面倒をいつも私に押し付けてくる。半年前、リナ子は宣言通りこの近くに引っ越してきた。てっきり一人だと思っていたのだが、なんと一緒にやってきたのは、実の娘という遥か。どうやら18歳で高校を卒業した後、半年ほどしてホストの男性に恋をしてしまい、給料のほとんどを彼に貢いでいたようだ。リナ子の母親も似たようなものだったと和俊から聞かされていたから、やはり親子なのだな、と。
と思わされた。だが、リナ子の恋が実ることはなく、妊娠までしてしまい、あろうことかリナ子は仕事を辞めた。もともとわがままで問題児だったリナ子に居場所はなく、投げ出すにはちょうどいい口実だったのだろう。相手ホストがいるお店の前で大騒ぎして、慰謝料をもらい、今は養育費を定期的に受け取っているようだ。そういう理由から、はるかを出産したそうだが、それから数ヶ月して、和俊から病気のことを聞いたらしい。ありえない話だが、リナ子はこれをラッキーだと思ったそうだ。だってパパはいっぱいお金持ってるし、今のうちに媚び売ったら私にたくさん遺産を相続してくれるかも。ある時、誰かとそんな話をしていたリナ子の声を聞いて、ショックを受けたのを今でも覚えている。なんとなく会話や電話から漏れる声から、相手が男であることは分かった。だが、誰であろうと関係ない。結局リナ子は父親のことを金づるとしか思っていないということがよく分かった。そして、配偶者であるため、遺産の半分をもらう権利がある私が邪魔なのだろう。どうしたら後妻が遺産相続を放棄できるかとか、その知らない電話の相手に相談しているところも見かけたことがある。こんな話、一生懸命生きようと頑張っている和俊にはできなかった。したとしても酷だろう。だから黙って私の中で何とか消化しようと思っていた。だが、リナ子は私がおとなしくしているのをいいことに、引っ越してきてからあれこれ命令するようになったのだ。最初のうちは、ちょっと銀行に行くからはるかのこと見といて。とか、その程度のことで私にはるかを預けていた。だが、その後は、パパの病院にお見舞いに行くから。とか、はるかの父親がはるかの話を聞かせろってうるさいから。今になって娘が恋しいのよ、あいつ。と言って、頻繁に私をベビーシッターとして扱うようになったのだ。もちろん、そこにお金は発生しない。私としても、義理とはいえ、孫を預かるのにお金を請求する気になれず、断って遥の身に何かある方がよっぽど怖いと考えて引き受けていた。それがだんだんエスカレートし、ついにリナ子は先日こんなことを言い出した。ちょっと友達と旅行に行くから遥を3日くらい見ててくれない？できるよね？だってあんたずっと家にいるし。家にいると言っても、夕方頃にうちの生徒さんがうちにピアノを習いに来るので、そう見えるだけだが。そう言いたかったが、言い返すとリナ子はすぐさま反撃に出て面倒になるので、そうとだけ言って了承した。皮肉なことに、孫のはるかはとても可愛い。育児なんて無理と思っていたが、赤ちゃんはやはり可愛いと思えて、母性をくすぐられたような気がした。だが同時に、旅行の話を聞いて頭痛がした。和俊の治療のことで毎月それなりの出費があるというのに、はるかを3日間も預かるとなればさらに出費がかさんでしまうから。はるかを預かっている間のおむつやミルク代は私がすべて負担している。私が引き受けたことなので、和俊のお金を使うのは違うと思ったし、そこまでの負担ではなかったので、いいと思っていた。最初のうちはそう思っていたが、額が増えると頭くらいは痛くなるのだが。だが、ふとした時に冷静になって考えると、どうして親であるリナ子がすべきことを祖母にあたる私がしているのか、と思うようになった。リナ子は私のことを母親として認めていない。なのにこういう都合のいい時だけ利用してくることに対して、腹を立てていないかと言われたら嘘になる。それでも、はるかには罪がないので、できる範囲のことはしていたが、そろそろ限界だった。リナ子が戻ってきたら、きちんと話をして、
遥かの面倒は母親である自分自身が責任を持って見るようきちんと言おう。そんな風に思っていたが、里奈子が旅行に行った直後、病院からの連絡があって、私は慌てて家を飛び出した。病院に着くと、看護師や医師が慌ただしくしており、いよいよなのだと悟った。何か異変を察知して、はるかが泣き始めたが、看護師たちは気にしないでくださいと言って気遣ってくれた。すでに和俊の意識はなく、五輪中が告げられるまではあっという間だった。だが、その顔は穏やかなものだった。亡くなっても人は聴力だけは少しの間残ると言われていたが、孫である遥かの泣き声や私の声が聞こえて、和俊は安心して旅立ったのかもしれない。そう思うと、涙が溢れて止まらなかった。それから和俊の通夜などは滞りなく行われたのだが、そこに里奈子の姿はなかった。もちろん和俊の訃報はすぐに知らせたのだが、里奈子はここで衝撃的なことを言った。ああ、そうなの？でも旅行延長する手続きしたし、すぐには帰れないから。とりあえず、喪主は配偶者がやれば誰も文句言わないし、戸籍上あんたが妻なんだから、後のことはやっといて。はるかもよろしく。と言われて電話を切った。大声を出して叫びたかったのだが、その場にははるかもいるので、なんとかこらえた。もちろん、和俊の親戚から、どうして里奈子がいないのかと聞かれたが、旅行を延長したと言って騒ぎにでもなったらまずいと思い、それっぽい言い訳をしておいた。結局、納骨の時まで里奈子は姿を現すことはなく、壊れかけた私の心を救ってくれた唯一の存在は遥かだった。和俊が旅立ってから、なんと2週間もの間、里奈子は行方をくらましたままで、連絡もことごとく無視されていた。だが、ある時、家のチャイムが鳴って出ると、そこには爽やかでがたいのいい男性が数名立っており、引っ越し業者だと名乗った。恐る恐る彼らの後ろを見ると、そこには、にんまりした笑みを浮かべる里奈子の姿が。他人の寄生虫は出てけ。私に向かってそう言い放った。驚く私を無視して、里奈子はこう続ける。今住んでいるアパートは引き払って、今日から私がこの家に住むから。だってここはパパ名義の家だし、実の娘である私には住む権利があるの。あんたは邪魔だから、今すぐ出て行ってくれる？それを聞いた私は一瞬、あっけに取られた顔をしたが、すぐに大笑い。あなた、知らないの？あえて私はそこで言葉を切った。里奈子は続きが気になるようで、ごくりと唾を飲み込み、こちらを凝視している。いつもおとなしく自分の命令に従うママ母の私が、突然笑い出したものだから、驚きというよりかは、恐怖に似た何かを感じ取ったのだろう。困っている引っ越し業者には、荷物も少ないし、ひとまず空き部屋に全部運んでくれ、と指示を出した。そして里奈子はどさくさに紛れて中へ入ろうとしてきたので、私はそれを手で制した。許可なく他人の家に入っていいと思う？ここは私名義の家。あなたと私は養子縁組をしていないし、戸籍も違うから事実上は他人なの。っていうか、あなたが一番私のことを母親として認めていないんだから、言われなくてもあなたと私は他人同然よね。散々私のことを便利なベビーシッターとしてこき使い見下してきたんだから、今になって娘面はしないでね。そう言うと里奈子は怯えた表情を浮かべた。私は気にせずに、もう旅行が終わったんだったら遥かはあなたに返してもいいわね。あくまでもあの子の母親はあなたなんだからちゃんとしなさいよ。そう言うと里奈子は怒りながら、知らない！と言って叫び、
遥かを置いてそのままどこかへと行ってしまった。その様子を見た引っ越し業者は怪訝な目で見ている。和俊が亡くなった直後、何の連絡もなくうちに引っ越そうとして、私をあんな風に罵り、ずうずうしいにも程がある。そう思うと怒りがふつふつと湧いてきた。絶対に後悔させてやる。私はついに反旗を翻したのだ。結局のところ、里奈子は私の部屋に荷物を投げ込むだけ投げ込んで、一切顔を見せなくなった。アパートも引き払ったとのことで、一体どこでどう暮らしているのかは謎だったが、今は遥の面倒を見るので精一杯だった。幸い赤子の頃から私の顔を見ているし、ほぼ毎日のように顔を合わせていたため、遥は私にとても懐いてくれていた。ミルクやおむつのストックはあったし、育児を経験した友人が何人もいるので、事情を話してアドバイスをしてもらった。もう腹をくくるしかない。こうなった以上は決着がつくまでの間、遥のことは私が責任を持って面倒を見よう。そう決意したのだ。家でのレッスン中、遥はピアノの音が心地いいのか、泣くことなく寝てくれていたのだが、事情を知った保護者の方で、先生が教えている間、私が見ときますよと言ってくれる人もいた。里奈子のことはどこからか情報が漏れてしまい、和俊の親戚が時々来てくれて様子を見たり、私がレッスンや仕事の関係で留守にする用事があるときは誰かが交代で見てくれたりしていた。和俊はいなくなってしまったけど、彼が残した人脈や私の周りにいる心の温かい人たちの支えによって穏やかな毎日を過ごせていた。そして里奈子が姿を消してから2ヶ月後、突如として私の前に現れた。なぜか警察官と児童相談所の人がいて、彼らには私が子供を奪ったと根も葉もないことを言ったそうだ。状況を確認するまでは動けないと説明する警察官に対して里奈子は、こいつ早く逮捕してよ、私の子を奪ったのよ、自分に子供がいないからってずうずうしいと言ったり、児童相談所の人には、これがあんたたちの仕事でしょ、さっさとこの女から子供を取り返してとか言っている。呆れる私に警察官は冷静に話しかけてきたので、事の経緯をかいつまんで説明した。すると警察官もちょっと呆れた顔になる。里奈子が勝手に暴走して、悔しいから腹いせにこんなことをしたという認識になったのだろう。児童相談所の人も、なんとか里奈子をたしなめているものの、怒りが頂点に達している里奈子に、その言葉は響かない。このままでは拉致が開かないと思い、思い切って私はこう言った。遥を押し付けたのはあなた自身。それはこのご近所さんみんなが知っていることよ。和俊の親戚もみんな知ってる。あの日遥を置いてとっとと逃げていったあなたが知らなかったとは言えないし、自作自演で警察まで呼んだってことは公務執行妨害に当たるんじゃないかしら。私はしれっとそう言い、警察官もうなずいている。正確には虚偽告訴罪と言った方がいいのかもしれない。なぜなら私に対して刑事罰を与えるために里奈子は被害届まで出したらしいから。でもこんな難しいことを言っても里奈子は理解できないと思ったので、あえて、あなたは嘘をついて警察官の公務を妨害しているのよと言ってやったのだ。さすがに公務執行妨害という言葉くらいは聞いたことがあるからか、里奈子はたじろぎ始めたので効果は絶大だ。私はさらに続けてこう説明した。まだ乳児の子供を私に押し付けて旅行したりこんなことをしたりする母親の方が問題になると思いますよ。ねえ職員さん。そう言って児童相談所の人に視線をやると、ようやく里奈子は状況を飲み込めたようだった。まあいいわ。今回のところは勘弁してあげる。
何を勘弁してやるのだと心の中で突っ込むと、警察官はリナ子に署で話しようと言い出したのだ。それもそうだろう。被害届を出したのに、全てが自作自演だったのに対し、このままで、はい、解散とはならないのだ。顔を真っ青にさせてこちらを向くリナ子に対して、児童相談所の人がさらに追い打ちをかけるようなことを言い、とうとうパニックになっていた。私は悪くない。全部あの女が悪いのよ。まだ意味のわからないことを連呼しているが、警察官たちは私に頭を下げて、ひとまずその場を去っていく。後から別の部下らしき若い警察官がやってきて、軽く事情聴取を受けたが、私の身の潔白を多くの人が証言してくれたこともあり、すぐ疑いは晴れた。みんな警察がいきなり連絡して驚いただろうに、私の話が出るや否や、すぐ私のことを助ける証言をしてくれて本当に助かった。その後、リナ子は不起訴になって厳重注意を受けるにとどまったそうだ。こうして警察から注意を受けたことで、リナ子は意気消沈したのか、あれから3ヶ月ほど全く顔を出さなくなった。そろそろ和俊の遺産相続について決めなければならないが、リナ子は和俊の実子であるため相続人となる。だから連絡をしなければならないのだ。だけど居場所がわからず、連絡も無視されているので、探偵を雇ってリナ子の居場所を突き止めると、次は専門家に依頼して何度もリナ子に連絡を取ってもらった。内容証明郵便も弁護士に送ってもらって様々な対応をしたのだが、結局リナ子は無視を貫いている。そうこうしているうちに和俊の一周忌を迎えた。それとほぼ同時期にリナ子からメールが届いた。内容は、もう面倒だから私に関わるな、ということ。それで私は家庭裁判所に行って、遺産分割調停の申し立てをした。そこまでしてもリナ子は応じなかったため、話し合いにもならず、結局は遺産分割審判を家庭裁判所にしてもらい、なんとか遺産相続の件は終了した。だが、あれだけ放置していたくせに、内容に不満があると言って、リナ子はうちに押しかけてきた。私は実の娘なのに、一円も相続できないとか、絶対におかしい。どういうことよ。面倒な手続きはしたくなかったけど、遺産だけは欲しいと考えていたそうだ。自分は娘だから、遺留分は問答無用でもらえる、とでも思っていたのだろう。なのに、リナ子には一円も遺産が渡らないと知って、激怒してやってきたのだ。あれだけ沈黙を貫いていたのに、自分に利がないと分かった途端に顔を出してくる。その厚かましさには呆れたが、私は冷静に真実を教えてやることにした。遺産相続が開始した日がいつかは知ってる？それに対してリナ子は自信満々に答えた。あの家庭裁判所から結果が出た日でしょ？その答えを聞き、私は笑いながらこう言った。違うわよ。あなたは父親が亡くなったことをその日のうちに知っていたんだから。相続開始日はもう1年以上前になるわね。それが何なのだというリナ子にも、わかりやすく噛み砕いて説明することにした。リナ子は自分の遺留分がもらえないのはおかしいと主張しているが、あくまでも家庭裁判所は和俊の遺言書と当時の状況を冷静に判断して審判を下した。まず和俊の遺言書には、リナ子には一円たりともやりたくない、私が全部相続してほしいということが記載されていた。もちろんこれだけではリナ子の遺留分を侵害してしまうので、本来であればリナ子はもらえる遺産の半分は絶対に相続できるという決まりがある。しかしながら、私が何度も内容証明を送ったり、専門家や裁判所が間に入ったりしても、リナ子は沈黙を貫いた。さらには和俊が遺言書に、
里奈子が相続の話し合いを放棄するならなおのこと、遺留分も認めたくないと記していたことが決定打となり、私が全額相続できることになったのだ。義理の孫である遥の面倒を見ているということも少なからず影響していた。それを聞いて里奈子は、私はパパが入院中にいろいろと面倒を見ていたのよ。あんたは私から遥を預かって家にいただけ。私はパパに貢献したから、これはおかしいのよ、と反論してきた。だがそれに対しても私は強気な態度を見せる。この後に及んでまだ嘘をつくの？預けた後遊んでたんでしょ？あなたがおとなしく和俊の面倒を見ると思えなくて、遥を預かった後に連絡したら案の定来ていなかったって。だから全部私が遥を連れて着替えの交換とかしてたの。病棟に入る際、面会者の名前を書くから証拠は残っているけど、すべて時間や日付がわかるものと一緒に病棟へ入る時の受付表の写真を残していたのが役に立った。これも家庭裁判所が私に全額相続するよう言い渡した理由の一つとなっている。里奈子は悔しそうに歯をギチギチと噛みしめ、それでも何とかしようと、もういい、だったら遺留分を侵害されたって訴えてやると強気だった。だがすでに相続開始時点から1年以上が経過しているので、その権利は時効を迎えている。そう言うとそれ以上頭の回らない里奈子は、嘘でしょ、そんなのなし、反則よ。どうして実の娘である私が1円もパパの遺産をもらえないわけ、と言って騒ぎまくりあたふたし始めた。結局里奈子はうなだれて帰ろうとしたので、はるかはどうするのよ、と言うと、今それどころじゃない、自分の生活で手一杯なのに子供なんて見れるわけないでしょ、と無責任なことを言い捨て逃げていった。なんと滑稽な、と思っていると、その数日後里奈子は最後の抵抗に出た。はるかは私の子だからもう返して。少し前までは無理だとわめいていたのに、一体どういう心境の変化だろうか。確かに里奈子ははるかの実の母親であるし、私からしたらはるかは義理の孫という関係だ。里奈子は勝ち誇っている顔をしているが、ここでも私は冷静に対応した。あの旅行以来あなたは一切はるかを引き取って面倒を見ていない。これについて何か思うことはない？そう問いかけたが、里奈子は、あんたが好きでこの子の面倒を見てたんじゃない、と言い返してきた。もう一度里奈子には、1年以上もの間自分の子を私に面倒見させておいて、あなたは児童扶養手当を受け取っていたの、と聞いてみたのだ。一瞬怪訝そうな顔をした里奈子だが、すぐに笑って、母親にそれをもらう権利があるんだから別にいいじゃない、と言い切ったのだ。私はそれを聞いてニヤッと笑った。急に態度が変わるものだから驚いた里奈子は、何よ、と慌てた様子で聞いてくる。私は里奈子にこう告げた。つまりあなたは子供をきちんと育てていないのに児童扶養手当を不正受給していたことになるわよ。これがバレたら処罰の対象になって返還も求められるでしょうね。一度自作自演で警察に迷惑をかけたことがあるから、今回はただで済むとは思えないわ。途端に里奈子は真顔になった。実は私、今の会話をすべて録音している。自動でクラウド保存されるように設定してあるので、万が一里奈子に物を壊されても問題はない。それならそれで器物損壊罪と言えるし、どう転んでも里奈子が警察のお世話になることは間違いないのだ。やっとすべてを理解したのか、里奈子は泣きそうな顔をしてこう言う。あんたまさか言ったんじゃないでしょうね。それは行政に通報したのか
という意味なのだろうか。それならば通報したに決まっている、そう答えた。するとリナ子はさらに顔を青くし、手を口元にやってわなわな震え始めた。そんな嘘よ。嘘じゃない。あっちも調査するって言ってたし、私も何か証拠になりそうなものがあれば提供するって言った。この会話も証拠としてデータを提供する予定だから。そう言うとリナ子はその場に崩れ落ちてしまった。すでに反撃するような余力も残っていないのだろう。ブツブツと文句を垂れるだけで、こちらには何も聞こえない。そんなリナ子に私はとどめを刺すつもりでこう言った。私が専門家に依頼してあなたの居場所を突き止めて内容証明郵便を送ったんだから、あなたの生活を保証してくれる彼氏がいることくらい知っているの。アパートを引き払った後、彼氏には全部内緒にして同棲できるようになったとか適当なこと言って転がり込んでるんでしょ。リナ子は顔を上げて私を見つめる。子供を育てていなかったこともそうだが、生活面で助けてくれる相手がいる場合、児童扶養手当を受給していると不正受給をしていたとして逮捕されるケースがある。リナ子は一人で子供を育てるのが嫌で、タイミングよく父親から連絡があったから近くに越してきて私に遥かを押し付けた。そうして遊びほうけていたリナ子は彼氏を作り、アパートを引き払って私のところに押しかけて家を奪い、そこで彼氏と暮らそうとしていたそうだ。しかし家はすでに生前贈与で私の名義となっていたので、それが叶わず、彼氏には適当なことを言って彼氏の家に転がり込んでいたのだろう。おおよその推測ではあったが、改めてリナ子の顔をもう一度見ると、それが全て真実であることを物語るような暗い顔をしていた。そしてこれが最後の抵抗なのか、こんなことを言ってきた。もういい。児童扶養手当をもらうには遥が必要なことが分かったから、今すぐ返して。そうでなくともあんたは遥といるとなんか幸せそうで尺だから、やっぱ返してもらおうと思ってわざわざここに出向いてやったのよ。と今になって遥を返せと言ったことに対する幼稚な理由を述べた。子供をお金のための道具としか見ていないリナ子に憤りを感じたが、私は表情を崩さずこう返した。いいけど、それは遥の父親とちゃんと話をしてからじゃない。キョトンとしているリナ子を無視して私はリビングの方に向かって、流星くんちょっといい？と声をかけた。聞き覚えのある名前におじけづいたのか、リナ子は逃げようとするも足に力が入らないのか、その場から動けずにいた。そうこうしているうちに足音が近づいてきたかと思うと、ご機嫌な遥を抱っこした一人の男性が現れた。彼の名前は奥村流星といい、リナ子の元夫であり遥の実の父親だ。リナ子からはホストが父親で責任感がないから逃げられたとか聞いていたが、果たしてそんなことを言うホストがリナ子に慰謝料を払い養育費まで定期的に支払うのかと疑問に思っていたのだ。そこまで誠実な対応をしてくれるなら、きっとホストを辞めて一緒になっていたのではないか。私はそう思い、遺産相続の件でリナ子の過去についても探偵に調べてもらっていたのだ。するとこの流星にたどり着き、仕事はごくごく普通の会社員でホストをしていたという過去は一切ないことが判明した。思い切って遥の名前を出してコンタクトを取ると、いとも簡単に応じてくれた。そして遥を連れて会うと、流星は泣きながらこう言った。やっと娘に会えた。あなたが連絡してくれた時本当に嬉しかったんです。実はリナ子の浮気が原因で離婚になったんですが、母親という立場を利用されて遥の親権を奪われ、養育費だけを細々と払ってきたんです。そう言いながら遥の小さい手を取る流星の眼差しは
愛情に満ちた父親そのものだった。私は改めて遥をきちんと愛して育ててくれる親こそこの子の子育てをするべきだと思い、この状況を何度も児童相談所や行政に相談してきたのだ。事実上今親権を握っているのはリナ子だが、この一年ちょっとの動きを見てわかる通り、リナ子はまともに遥を育てていない。養子縁組もしていなければ敵意丸出しの相手に都合のいい時だけ子供を押し付けることは果たして母親としてあるべき姿なのか。私が何度も訴えかけているうちに、行政の職員もだんだん流星と遥を不憫に思い始めた。この一年で私は遺産相続のことだけを進めていたわけではない。一刻も早く遥をいるべきところに戻すということを考えていた。遥を愛してくれる流星が親権を復活できるよう、遺産相続をするついでに弁護士に追加報酬を支払ってアドバイスを求め、それも水面下で行ってきたのだ。すでに準備は整っている。流星は現在26歳で次期課長と言われるくらい優秀なので、経済面では何の問題もない。流星の協力者や彼の人柄を証言してくれる人もたくさんいるし、流星はリナ子にひどい仕打ちをされたにもかかわらず、養育費とリナ子の生活費を言われた分きちんと支払ってきた実績もある。これなら親権をめぐって裁判を起こしたとしても、どちらが優位なのかは火を見るよりも明らかだった。遊びほうけて遥を自身の恋愛において邪魔だと言って嫌っているママ母に預けていたリナ子、リナ子の仕打ちに耐えながらも誠実な対応を見せ、現状を知ってからはよく遥の様子を見に来ていた流星。遥はすでに児童扶養手当を不正受給しているという問題はもちろんのこと、彼氏にも問題があることを私は知っていた。今の彼氏こそ本当のホストなんでしょ。以前電話で話していた相手も彼ね。だけど相手はまだいる。この前言った生活を支えてくれる貢ぎ男が別にいるんでしょ。あなたはホストに貢ぎすぎて借金まみれ。貢ぎ男もあなたの裏の顔に感づいて逃げたそうだし、ホストの彼もあなたからこれ以上お金が絞り取れないと分かって最近は捨てられかけている。そんなあなたより流星君の方がよっぽど立派で愛情深い父親になれるわ。私の言葉がとどめになったのか、リナ子は大声で泣いて地面に額をこすりつけて詫びた。当然誰もリナ子のことを許さない。自分の子をお金の道具として扱い、ホスト通いをするのに邪魔だと言ってママ母である私や元夫である流星ですら利用しようとしたリナ子にようやく天罰が下ったのだった。それからしばらくして私や弁護士、周りの人の協力もあり、裁判の結果遥の親権は流星が持つことで決着がついた。私の知り合いや生徒の保護者、和俊の親戚からは本当にいいのかと言われた。おそらくはこの1年以上もの間私が苦労していたのに、流星が実の父親という理由だけであっさり返してもいいのかと言っていたのだろう。確かに悩んだが、子を愛する父親から奪ってまで遥を育てたいとは思わなかった。その前にリナ子がどうなっているのかを話しておこうと思う。まず児童扶養手当の件について、リナ子は逮捕されたらしい。事実上子供を養っていなかったこと、彼氏であるホストの存在、そしてもう一人生活を支えてくれる男性の存在が大きく詐欺にあたるとしてお縄についたそうだ。結局のところ執行猶予付きの有罪判決が下ったが、直後に親権争いが勃発してリナ子は悲鳴を上げた。だが逃げることもできず、様々な証拠や証言、リナ子の現状を見て結果的に流星へ親権を渡すのが妥当という審判が下されたのだった。
里奈子はその後全てを失った。遥かはもちろんのこと、ホストも生活を支えてくれる男も、そして自分の貯金や名誉も何もかも。この時していた仕事は派遣だったようで、大した稼ぎにもならなければ、勤務態度の悪さがあだとなって、タイミング悪く派遣切りにあったとか。結果として職まで失い、今や路上生活者になるほど落ちぶれてしまった。住所がないのでまともな職に就けず、住み込みのバイトもこれまでの職歴や資格のない里奈子を雇えないと不採用続きだとか。これこそ因果応報、自業自得というものだ。一方で私はというと、和俊の遺産を使わずに細々とした生活を送っていた。おそらくだが、和俊は孫である遥かにも遺産を分けたかったのだと思っている。ただ、それを遺言書に書いて遥かが巻き込まれることを恐れていたのだろう。だから私は遥かのお祝い事には必ず、和俊の遺産から流星にお祝いを渡していた。その流星だが、何があったのか、最近うちの近くに引っ越してきて、突然私に告白してきた。遥かの様子を見に行っているうちに、実は好きになっていました。大変な時だから言わなかったけど、遥かも雪菜さんに懐いています。あなたのことを母親だと認識している。未亡人のあなたと義理の父親である和俊さんに失礼なのは百も承知です。でも、どうか僕と家族になってください。そんなことを言われたら嫌でも意識してしまう。実は和俊の遺言書には続きがあったのだ。遺産相続とは関係ないが、最後はこう締めくくられていた。私が亡くなった後、ユキナを愛する人を見つけたら、その人と幸せになってください。あなたの幸せが私の幸せです。普段口数が少ない和俊は、精一杯自分の気持ちを文章にして伝えてくれたのだろう。和俊と流星、それから遥かにとって最善の選択をしようと思っている。数年後、遥かの小学校入学式に私も出席することになるとは、この時は思ってもみなかったことだろう。